初頭の新情報特番と題しまして、注目の新情報やキャンペーンのお知らせなど最新情報を中心にお届けいたします。本日も進行は川西優子が務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。優子ちゃん、よろしくお願いします。今日も可愛い。ありがとうございます。お1点、はい、ありがとうございます。はい、では早速ですが本日の出演者をご紹介いたします。まずはこの方、風岡さん。どうも、風岡のりきです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。寒くなってきましたね。いや本当に、はい、ね、もう寒くなってきたら閉じこもってメガテン、はい、これが一番ですから、はいはいはい、一歩も外に出ずにメガテンやりましょう、はい、やりましょう。そうです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、続いて D2 メガテンディレクターの岩崎さん。はい、岩崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近岩崎さんはこう、はい、悪魔に準じた髪色やめちゃったんですね。やってるかもしれないですけど、ね、あ、そうか、今日は今日悪魔出るでしょうか。とはいえありえる、黒い何かあれなのかな、はい、あ、でもなんか先っぽがちょっと、まだ金、金、あ、これ残ってるだけです。あ、なんだ、先金の悪魔っていうことですか。先金とかはないです。ちょっと一部金、めっちゃ金、しっかりとした金だ。関係ないですね、はい、今日髪色はね、はい、おそらく関係ないです。はい、はい、ありがとうございます。そしてゲームデザイナーのニュートラル宮本さん。はい、ゲームデザイナーニュートラル宮本です。今日も元気ハイブサで頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮本さん、メフィストの今日コスプレですか。いや、まあ、あのもう出てはいるんで周年で、はい、一応、まあ、あの私服。あ、私服なんですか。かっこいい。寒いので。そう、どこで買うんですか、そんなおしゃれな。これ全部通販です。魔術師みたいですね。立って立って。え、いやいや、もう、まあ、まあ、いや、立って立って。うわ、すごい。かっこいい。魔法使えそう。ハリーポッターみたいな。なんか袖の余らせ方見たことない。すごいね。かっこいい。でもこんな感じです。で、しかもブーツですもんね。ブーツ。あ、ブーツなんだ。マジ魔法使い。すごいな。こっちの方がプロデューサーですよね。感じしますね。福祉魔法使いそうな。プロデューサー、よろしくお願いします。されたらダメ。おしゃれ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さん最後までよろしくお願いします。はい、皆さん、なんか寒いですけど体調とか崩してないですか。まあでも元気いっぱいです。あ、元気いっぱい。まあちょっとあのね、ガチャで出ない時に自分体調悪くなる。ちょっと、またアルテミス天井したんですけど。拝見しました。やっぱあれなのかな、川西ちゃん出ない時は僕すぐ出ました。やっぱ出てない。いつも逆なんですよね。そう。野熊さんが天井したっていう時は私すぐ出ましたけどみたいな。逆に先に引いた方の出具合を見て片方が引けばいい。まあ、連動してるというなんか触ってません、はい、僕とここのアカウントチッチッてなんか2人がピッピッと僕ら動画上げたり生放送してるんで、そもそもできないのもそうですけど、はい、メリットがあんまなくない。どちらにせよ、まあ、まあでも結局出ましたんでね、はい、よかったですよ、はい、お迎えできました。はい、ありがとうございます、はい、では早速本日のこちらのコーナーから参りましょう、はい、スライドお願いします。東京煉獄累計到達数ランキング2024。すごい。まあ、今回はちょっとね、バラエティーコーナーの一つ目ということで、はい、まあ、煉獄、うん、まあ、かなりね、はい、追加されてから時間は経ちましたが、はい、なるほど、かなりやっぱね、根強い人気あるんですよ。 2年ぐらい経ってるかな、はい、もうかなり経って、はい、で、まあ、遊んでない人もいるんじゃないかなって中で、やっぱこのコンテンツ楽しんでる人いるぞっていうところもありますし、やっぱ煉獄ってやっぱその努力が数値にね、はい、そのまま反映されるんですよ。まあ、どれぐらいなのかっていうところをちょっと今回2024年度の1月と10月までの10ヶ月、はい、10ヶ月の累計の累計10ヶ月今年ですね。今年の、はい、だいたいみんな20回とかそんぐらい、まあ、報酬がね、20回でだいたい取る、はい、で、まあ、10ヶ月なんで200回ぐらい、まあ、200いってれば逆に毎月煉獄ちゃんの20層までクリアしてる、はい、200でも十分、うんうん、そう、僕毎月ちゃんとやってるんで200はいってる。あ、それはかなり上位でしょ、200で、うん、煉獄好きと言ってもいい、うん、レベルだと、はい、やっぱちょっとね、今週間のメガテンの香りがするんで、うん、すごく好きなんで、うん、ありがとうございます、はいはいはい、そういう方も多いので、はい、まあ、今一度ちょっと煉獄振り返ろうというところで、コメントでも結構やってるって、ね、毎月60っていう方とか、60もやってるんだ。かなり好きな方ですよね。まあ、報酬全部取り切ってますね。よく言っても500ぐらいでしょ、うん、まあ、10ヶ月、まあ、10ヶ月で、うん、もう倍ぐらいは行ってほしいですね。あんなにいかないでしょ。1000行ってほしいですけど、ね、1000って毎回100層も行くんですよ。あれないと思うけど、どうなんでしょう、うん、ということで、はい、じゃあ累計の到達、さっき言った1月から10月の
トータルの、到達トップ3の方をまず紹介します、はい、トップ3こちらの方々です。嘘でしょ、どういうこと、これ累計すごい、おめでとうございます。歴代累計ではなく2024年のみ、今年だけでしょ、今年だけ10ヶ月で、どういうことなの、はてなってなってますね。マジですか、もう本人もお見えになるんじゃないですか、出れてないんじゃないですか、本人が、ね、多分、はい、もうここどこって言いながら、1万6000ってだって10ヶ月で10ヶ月で1万6000、なんか1ヶ月で1600って言ってる、嘘1ヶ月で1600層あの1日50層で足りないんですごい、もう煉獄にとらわれてるやんってみんな言ってますけど、すごい、マジですごい、ほんとすごい、1日50層、ね、しかもあの、はい、この方はあのそもそも1位の方は、はい、もうそもそも初月の時点で我々のテストプレート想定を上回ってくださった方が、はい、まだ2024年の1月から10月でも想定を上回りながら遊んでいただいてるという、はいはい、サンさん、キキョウさんも1万超えですごいのに、いやマジですか、なでしこさんがそれをはるかに上回る、本来タツサンさん、キキョウさんも1万、めっちゃすごい、平均1000、めちゃめちゃすごいですよ、すごい、毎月1000やってますね、うん、これで言うとなでしこさん、うん、大丈夫、出れないんじゃないもん、他の人からやってないんじゃないかな、やってないかもしれない、素晴らしいですよ、ありがとう、こんだけ遊んでいただけると、もう煉獄の主だわ、主で、あの次のスライドであのトップ10までの方もちょっと表示しているので、はい、次のスライドお願いします、はい、まあ、なでしこさん、あたさん、桔梗さんは1位、2位、3位でしょうが、4位のくじさん、なんとギリギリ、いや1万ってすごいよ、肉薄した1万も出してます、はい、まあ、自由なタコさんも1600、はい、まあ、これもちょっとね、他の方が見て1段すごいすごい、老後5000でもすごい、うん、6、7、8、9、10位の方でも4000から3000、うんうん、だって10位の方3000なってめっちゃすごいじゃないですか、まあ、本来300までやってますからね、はいはい、うんうん、毎月300層やってます、はいはい、すごい、かなりの時間をじゃあ使って遊んでいただいてるってことですね、はい、うん、あ、名前あったって、そうだ、ご本人、はい、名前が9位の煉獄やらずにやってるんですか、煉獄やりながらやってるんですか、煉獄やりながらやってるんじゃないですか今どこか分かりませんけどね、どこかもちょっと気になりますけどねたまには出てきてくださいね、うんうん、ずっといるのもまた体の時ですからね、そうですね、時には出てきてまた潜ってください、モンクさん、サナトクマーナさん、はい、ハヤユーさん、富士シリュウさん、はい、ちょっと間違ってたらすいません、で総菜999さん、うん、いやすごい、これなんかもらえないんですか、いやこれもらえないです今やりながら見てください、やってる最中です、拍手だけしましょうか、はい、10位までの方おめでとうございます、はい、何にもないですけど、素晴らしい、これ本当にデータを取った時に想像以上の数値が、しかも1位だけじゃなくてこのね平均的な10位までの高さみたいな、うん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 、まあ、煉獄入れてよかったなと思いますし、まあ、忘れてる方とかやってない方いるかもしれないので、うん、もうその中でいたらまたちょっとね、うん、20層まででもやっていただくだけでも、はい、面白いです、いかに、はい、1万6000層やってる方がすごい、ね、見えてくると思います、いや本当すごい、はい、目標ですよね、何悪魔が使えるっていうのもね、うん、面白さの一つですからね、ちなみにもう一個一応用意してて、はい、次のスライドお願いします、うん、これね、月ごとのトップ3の方を、はい、あの今回表示して、はい、1月からはい、そうです、で毎月すげえな、なでしこさん毎月すごい、まあ、一応ね1月だけタッツァンさんが1731はい、はい、いや すごい1位を取ったんですけど、1個はなでしこさんが全部1位を取り、うんうんうん、その後はあの先ほどランキングもあったタッツァンさんとキキョウさんがやっぱり2位、はい、でクシさんも含めてやっぱこの3人が、うんうん、大体入ってきてるというな、ね、見てるとタッツァンさん多分この春よりも後のこの時期がちょっと忙しかったんでしょうね5、6、7で1回出てまた8から戻ってくるっていうことでお仕事もちょっとお忙しいね、はいはい、再びカムバックされる、はい、ね、10月の青木さんも期待してるんで、初めて、うん、これ10月青木さん急に2位に入ってきて、うん、あ、ハマりだした、ハマりだしたのかな、はい、このペースでいくと、うん、まあ、1年間だけでれば1万2000いくかもしれないので、うん、それ強いてません、あんまり言うと煉獄にとらわれちゃいますよ青木さん、しかも別に1万2000いっても報酬変わらないんですよ、そうです、楽しんでらっしゃるならいいですけどね、うん、そうですね、はい、うん、東京煉獄はね皆さん楽しんでいただいてるんで、はい、なんか宮本さんの方からなんかあった、うん、まあ、そうですね、東京煉獄あの直近あの大きな
不具合というか、はいはい、出してしまい大変申し訳ございませんでしたっていうのがあるんですけども、うんうん、東京煉獄実際にやれるところから遊び方の改善も、うん、ちょいちょいしてます、うん、例えば、レーンスキル、はい、特別なスキルとして出しているレーンスキルがあるんですけども、はい、聖魂っていうシステムがあるんですが、はい、そういうところで何々属性の消費 MP マイナス2とかっていう、はい、レアな聖魂があったりするんですが、うん、それに対して属性自動選択のスキルが反応しなかったり、はい、今までしたんです。例えばミトラスのやつとか、うん、筆伐の刻印とか、うんうん、反応しなかったんですけれども、クワルンゲっていう、クイーンメイブっていう悪魔が持っている、うんうん、悪魔もレーンスキルとして登場させていて、うん、そういったものを、別々で、はい、電撃用と、火炎用と、分けて、うん、実装もしていたり、うん、まあ、そういった、小さいところからやれることないかなっていうところで、はい、実装はしているので、うん、まあ、少しずつ遊び方改善も考えていますよというところで、うんうんうん、ちょっとずつやっていくので、うん、ちょっとお待ちいただければなと思います、うんね、面白いスキルありましたねってコメントして、ね、あれも完全にテスト用のスキルが、はい、出ちゃってこんなに気も冷えることあったね、僕らは楽しかった、スーパーテストスキル、うん、はい、これも本当にね申し訳ございませんでした、失礼いたしました、楽しかったらいいです、はいはいはい、というのが、まあ、はい、ちょっと最後不甲斐なしになってしまいましたが、はい、皆さん楽しかったということで、はいはいはい、以上で、東京連合の累計到達ランキングでございます、はい、岩崎さんありがとうございます。ちょっと特殊なこうなんか報酬みたいなのは1000まで行ったらとか100、500みたいな、今20以降がちょっとだいぶ一緒ですもんね。でもなんか報酬が追加されちゃうとやっぱなんか今が、まあ、ここまで行かなきゃになっちゃうと煉獄のプレッシャーが、で報酬があると走らなきゃいけないから、ああそうか、ないのはいいのか、じゃあ、うん、まああるとしてもだから称号、称号はでもあってもいいんじゃない、確かに称号は本来こんな行くはずないと思うんで、行ったらなんか潜り野郎みたいな、なんか煉獄にとらわれしも、とらわれしもでもそれはそれでやっぱ称号マニアみたいな、まあ確かにちょっと義務になっちゃう、そうなんですよ、戦争行かなきゃ、でもなんかそんなに時間使ってもらってたらちょっとぐらいと思っちゃいますけどね、また期待してます、はい、はい、ありがとうございます、はい、続いてはこちらのコーナーです、スライドお願いします、そうですが、はい、ちょっと止めていいですか、はい、スライドまだ出てないですか、はい、次、うん、まあ、新情報、今回生放送新情報特番ということで、はい、まあ、新情報の大きなところの一発目で、はい、はい、ございますので、ちょっと貯めました、はい、なんだろう、かなりでかいですか、ビッグニュースビッグニュースでも多分結構想定されてない方多いんじゃないですか、なんだなんだ、超ビッグニュース、台本見たらバレちゃうから、はい、見るね、台本見たらバレちゃうんで、はい、はい、やっていただいて、はい、では楽しみ、満を持して、はい、満を持して、はい、新情報こちらでございます、次のサイドお願いします、ドーン、ファンミーティング開催決定、やったやった、そうか、ちょっと前にね、はい、できなかったですから、そうなんです、今年の夏台風の影響により残念ながら開催中止になってしまったファンミーティングを、ね、なんとリベンジという形式で開催することが決定しました、なんと今回は東京ドームで、東京ドームで埋まらない、さすがに埋まるでしょう、埋まらないって何ですか、失礼な、東京ドームファンの皆さん来てくれますよ、あとちょっと格が足りないかもしれない、はい、東京ドームには2が重いです、 D2 メガテンの格は十分ですよ、演者の格がないかもしれませんね、そこがあるかもしれませんが、東京ドームではなく、東京ドームではなく、はい、ないですが、はい、ちょっとね台風で夏ね皆さんにお会いしたかったんですけど、うん、ちょっと中止になってしまって、はい、ね、はい、残念でしたね、まあ、リベンジですよね、はい、で本来毎年2回やる予定でも、もちろんなかったですよ、うん、1月やる予定なので全くなくて、はいはい、7月にちょっと急遽中止になってしまって、うん、やっぱ来れる予定の方からね、はい、やっぱね、うん、もうそうですし、うん、来たかった方もまた来たいそうですね、声も大きかったですし、うん、やっぱファンミーティングやることでやっぱゲーム全体も盛り上がるだろうなということで、ね、ちょっと急遽、素晴らしい、今回ファンミーティングをまた開催させていただこうというところで、はい、ね、させていただいたというところでございます、はいはい、やった、みんなに会える、では次のスライドお願いします、はい、7周年新感謝祭公開生放送&ファンミーティング間中のリベンジ開催に、7周年だ、これ何、僕ら泳ぐってことですか、寒中、寒中って水泳するみたいな、あんまり寒中って言わない、まあ、言うかあんま言わないよ、寒い中に、寒い中でまたやるってこと、寒い中お集まりいただき、あ、なるほどなるほどなるほど、はい、冬フェスみたいな、はい、ご冬フェスだ、はい、では次のスライドお願いします、はい、
はい、こちらファンミーティングの概要になります。2025年1月18日土曜日の日付も、はいね、14時から18時30分予定で、会場は大崎セガ本社内イベントスペースのトンネル東京にて開催予定となります。いい場所。出演者はなんと本日生放送に同席の風岡さん、 D2 メガテンディレクター岩崎さん、はい、D2 メガテンデザイナーのニュートラル宮本さん、そして私、はい、川西のこの4名でお送りいたします、はい、豪華メンバー揃えて、はい、フルメンバーです、ね、え皆さんにお会いできるの嬉しいんですけど、はい、なんとなく申し訳ない気持ちが何なんでしょうね我々で申し訳ないっていう、ね、フルメンバー揃うフルメンバー揃うか、はい、どんなだけ大事なことなんていう、そうですよね、はい、よかったよかったことがございます。1人ぐらいなんかもうちょっと足しても、はい、豪華やわって言っていただいて、声優さんとかコスプレイヤーさんとかっていうのは、はい、なし、はい、なしじゃあ OK です、このメンバーでいきましょう、はい、ただゲストがねゼロの可能性はまだちょっとわからないので、あ、そこまだまだこの後ね、もしかしたら来るかもしれませんね。基本フルメンバーをお約束しますという。ああ、よかったよかった。最低限ね。そう、最低限。最低限はまずこの4人、はい、プラスあるかもしれない。はい、なるほど。で、あとあの大きなところで言うと、はい、トンネル東京っていうのは、はい、あの前回の生放送、あの、はい、ファンミーティングが開催できなくなって、はい、やった生放送の場所ですので、はい、背面のモニターだったり、はい、そうだ、あの演出すごかったですよ、ね、会場だったりとかも、はい、一段あのクオリティが高いものを用意して待っておりますので、うん、ちょっとぜひね、はい、あの楽しみに、ね、楽しみです、はい、はい、思ってます。わ、楽しみ、はい、あの夏に実施予定だった内容と同様に第1部に公開、あ、公式生放送を、そして第2部にファンミーティング実施予定となっております。はい、だあの人たちも来るのかな、まあ、どうなん、前回はそのファンミーティングミーティングパートがなくなったので、はいはい、生放送にちょっといろいろ急遽調整してみたいな感じだったんですけど、うん、今回は生放送とファンミでがっつり分けるので、うんうん、ファンミーティングパートは来ていただいた方しか見れない予定ですので、うんうんはい、ぜひ現地に足運んでいただいたらその時だけの情報みたいなのが出るそうかなと思っています、はいはいはい、ではここからはですね、ファンミーティングのプログラムの一部をご紹介していきたいと思います、はい、まずはこちらのスライドお願いします。はい、今回も公式生放送内でご紹介いたします。 D2 メガテンに関するご質問ご意見を募集いたします。7周年感謝祭、ファンミーティング特設サイト内のフォームより貴重なご意見をお寄せください、はい、お待ちしております。これは当日来られない方でも別にいいんですね。そうです、はい、当日来られない方に出していただいて、はい、生放送内でそもそも発表もそうですし、うんうんうん、ちょっと生放送で言うには危ないなみたいなやつはファンミーティングでやっちゃおうかなとかまだ決まってないですけど、はい、うん、じゃあ僕も送っていいんですか。あ、もちろん。あ、送ろう。じゃあ、ね、なんかあります。いや、ちょっとね、 0. 何パーセントってどうなんだ。だそ、回りくどい使い方になりますけどね。それはもうここがあるのから、はい、ちょっとガチャあれじゃないですかっていうのを俺も送ろう。そうですね、はい、とかも考えてる。はい、よろしくお願いします。はい、次のスライドからですね、はい、はい、まあ、バタプログラムの公開もあるんですが、うん、まあ、ちょっと面白い情報も含まれてるので、これもまあある意味新情報かなと思いますので、はい、はい、どうぞお願いします。はい、では、続いてはこちらです。はい、まずは特別クエストタイムアタックがございます。ファンミーティング参加者全員でのタイムアタックを実施します。続いて D2 メガテンクイズです。こちらは二択形式のクイズ大会を実施予定となっております。 あれですね、あの、はい、避難55の前回やった、これ何放送を見てる人はまあ分かるかもしれないですけどファンミーティングパートではこんなような、はい、うん、みんながその場で盛り上がれるような内容、うん、めちゃくちゃむずいクイズでした、はい、前回だったなと避難55避難防護でした。普通はこういうのって当てやすくするもんなのに、はい、ガチすぎてメガテマニアも答えられない1問目で半分ぐらい。そうそう、こんなクイズあるっていう、みんなひっくり返ったね、はい、いやでもね、めっちゃ難しい。今回難しくなりますか。なる。今回も、高難易度を予定します、はい、最後の方難しくしてください、ね、はい、1問目からむずいとみんな答えられないですから、はい、お願いしますね。そういうことは今回ですね、はい、そうなんですよ、はい、その難しいクイズの上位入賞者の方には、はいはいはい、こちらですね、なんとじゃじゃーん、これはい、見てかわいい、わー、はい、すごい、こちら、ロストネームの書風のオリジナルブックカバーをプレゼントさせていただく予定となっております。これはあのもうファンミーティング用の、はい、あの、あっちゃん久方ぶりの新グッズというか、はい、あの D2 メガテンオリジナルグッズということで、あのブックカバーをロストネームの書を使った、はい、本当にしょっぽく、ちょっとね、中身は仮の本が入ってますけど、ちょっとね、厚みもちゃんとあって、はいはい、あ、そう、厚みしっかりあります。本当の書っぽい感じにもなるというところで、うんうん、
すごいね、いいグッズができた。そう、めっちゃ可愛い。はい、これ触った感じどう？触った感じはペタペタしてます。ペタペタ。いやでも厚みがあってちゃんとしてるね。これあの書なんで、ね、やっぱあのクオリティ結構こだわって、ね。いやすごいいいクオリティ。ペタペタって結構ペラペラだったり、うん、なんかヘラってしちゃうやつが多いんですけど、うん、今見てのとちょっと伸びてる部分も垂れないようにという。あ、はい、すごいしっかりしてます。かなりねしっかり分厚めの生地で、うん、あのちゃんと高級感があるよ、ね。これねちゃんとねここをね斜めにカットするだけで、ね。ね、僕もグッズ作りますけど、ねはいはい、高くなるんですよ。でも斜めの方が挟みやすいって分かってるからちゃんとこうやってやってあるので、合皮っぽい素材でかなり実用性もあって高級感もあるの でかつですねあのコメントでもいただけますか、うん、デザインがロストネーム、ね、いや本当すごいよくできてる。 D2 オリジナル悪魔そうです、ね、ロストネームの賞で非常にデザインも、ねはい、かっこいいですし、ということでこれはですね、うん、ファンミに参加いただいた上で、はい、クイズに勝ち残るという、あもうもう、はい、買えないよあのクイズだと。でも販売したらめっちゃ売れると思う。そうなんで売ってくれないの、めちゃくちゃ。そもそもその半身に来た全員にあげたいとかもあったんですけど、これです、うん、本当に力入れて作ったんで、はい、コストがめっちゃ高かった、まあ、だと思います。これはいっぱい作れなかった正直、うんうんうん、だったんで、まあ、ちょっとねクイズにクリアした方だけということで、はい、今からでも予習をしておいていただいて、わかりました。みんなが欲しいって言っても販売はもうしないんですね。まあ、声がどれぐらい集まるかっていうのもあるかもしれない。みんな欲しいですよね、これめっちゃ欲しい。そういった要望もあのさっきのご意見箱に投げていただくのもありかもしれないですね。この T シャツもそうですけど本当に出来いいの多いんですよ ね、 いいですよね。でも本当になかなか乗り気じゃないの岩崎さんが ね、 ねグッズ開発になると開発じゃなさすぎて、うん、ほらほら欲しい欲しいって来てるじゃないですか、はいはいはい、みんな。まあそうですね、声がでも本当に声が、うんまあ、上がれば上がるほどっていうのはあるので、ただ現時点ではもう来ていただいた方のクイズ、わかりました。テストの商品とか、あはいはい、あまあそういうのはね欲しいに決まってんだろう、うんうん、T シャツも欲しい、うん、岩崎売れ、うんはい、何やってんだ売れるぞ、まあ、ブックカバーも評判がいいかまだわからないのね、うんうん、そうね、はい、じゃあこれを機にまた盛り上がればいいですね、はいはい、でそしてですね、はい、さらにこちらをご覧ください、はい、なんとご来場いただいた方全員に D2 オリジナルのネックストラップをプレゼントいたします。またネックストラップ以外にも追加でノベルティをプレゼントさせていただく予定となっております。で今ね全員つけてるんですよ、このつけてるんですよ、これ、はい、かわいい。めっちゃ裏表でねこれ違うんですよ、はい、リバーシブル、リバーシブルで表面黒なんですよ、表面が黒で楽印のデザインが入って、うんね、会社使いとかでもねこっちがね楽印黒でね、ただ裏面リバーシブルなんですけど、うん、裏面はなんとアイテム、これめっちゃ可愛い。ズームにしたけど分かるんですが、あの重ねの曲がった玉とか材密とか、あ本当だ、デリコンのアイテムとかがフルグラフィックみたいな感じで、すごいめっちゃ嬉しい。わこれはすごいですね。この裏面とのギャップをちょっとね楽しんでいただきたいな、うん、いいですね。これもちょっとねかなりこだわって、うん、あの両面にしてくれと、ね、これ本当は裏黒だったんですけど、本当表面が、はい、これで裏も無地黒だったんですけど、うん、いや裏面もちょっとこだわらせてくれる、アイテムをいっぱい置いてもらうっていう、うん、マジでグッズの出来がすごいいいですね、うん、なんかね変な言い方だけどかけ心地がいいんですよね。あ、わかります。柔らかくて首が痛くならない。あんまこのグッズでないタイプですよね、その、うん、ビジュアルじゃなくて使い心地がいい。こんな1日かけると首痛くなるんですか。ならないですね。痒くなったりね、硬かったりは、うん、柔らかい素材でもいい。これ磁力も入れたらもっといいね、うん、ループエレキ版みたいなフォーム、マグネループ的な、めちゃくちゃいいよ、はい、これねすごくね、うん、お気に入りので、これはあの来場者様全員で、はい、プレゼントする予定でございますので、ぜひあのご応募していただければと思います。お願いします。はい、でですね、あの実はその追加でまたノベルティがある予定なんですけど、はい、追加のノベルティにつきまして皆様にご協力いただきたいことが協力、はい、ございます。次のスライドをお願いします。なんだろう、はい、ご来場ノベルティアンケート、アンケート、はい、何をアンケート、なんとですね、オリジナルの T シャツもしくはトートバッグでどちらか欲しいアイテムをこの放送内のコメントにお寄せください、はい、でそちらをアンケートといたしまして、ノベルティ制作の参考にさせていただきます。なるほど、はい、本日の放送終了をもってアンケート締め切りとなりますので、皆様からのコメントをお待ちしております。まあ、もう今コメントしてもらうのがね、そうですね、急に T シャツって言われても、はい、何言だよね、はい、この2つどっちがいいですかっていうのをコメントで書いてください、うん、コメントが多
青い方になるってわけではなくて、はい、それを受けてまた検討するはい検討するってなるんですけど、やっぱ T シャツにするかトートバッグにするか、もう今完全に今チーム内分断状態です。そうなんです今もう完全にチームが分断されてて、あ、じゃあもう書いてもらってますね。でも分断されてますよ。いやでも本当にもうみんな書いてください。どうぞどうぞ。分断しちゃってて、でその本当半分ずつぐらいだね。めっちゃ半分ずつ割れてます。両方。うん、両方と。両方本当これどっちって言えないぐらいだね。トートトート T シャツ。意外にトート強いかもしれないです。確かにトート。いやでも半本当半々ぐらいだね。デザインによる。私は T シャツ派閥の第一人者なんですけど、とうとう強いなって今思いながら見てます。本当だね。僕も T シャツすごい好きなんですけど、サイズが XL XL で統一させるのが一番皆さん着れるかな。なんで T シャツはね、 T シャツがワンサイズだって思うと私ちょっととうとうの方がいいかも。それあるんですかね。 T シャツはねやっぱサイズってなかなか作るの難しいんですよ。そう、サイズね、分けると大変なんですよ ね。どのサイズがどれだけ必要っていうの難しいので、うんうん、どうしてもなっちゃうんですよね。とうとうは素材がちょっとねまだ未確定なんで、うん、どういう素材になるかねまだちょっと分かんない、うん、まだ本当にその決まってなくてその急遽なの。なんで今回皆さんに参加型というか、うん、ユーザーさんから今回生放送のコメントとかでご意見いただいて、ちょっと参考にしようかなと思ってるところなんで、なるほど、そうなると、はい、T シャツも多いですけど、トートの方が使い勝手はいいのかな、まあ、布っぽいのなのか、そのポリっぽいというか、あの、なんていうか、いわゆるエコバッグ的なやつになるのか、どういうものになるかもちょっとまだ決まってないんですけど、まあ、両方とも使いやすいね、アイテムではあると思います、はい、あ、悩む、はい、まあ、でもデザインをね、ちゃんとしてもらわないと。なんかどんなデザインとかはもう決まってる。デザインはちょっとまだあまりに言えないんですけどあまりに言えないあまりに言えないっていうめっちゃ言葉ですただ新デザインで予定しております。あ、今までにないもので、ね、T シャツももちろん新デザインで予定しておりますので、まあ、ここ今着てるねボーマとか、うん、とかもありますが、はいはいはい、完全新規を予定、まあ、トートだとマジントートになるんじゃないってみんな言ってます、はい、トートはね、あの、女神転生グッズも出てる、まあ、そうです、うん、リアルの方であるもんね、うん、はい、なんでしょうね、うん、あまりに言えない、うん、まあでもトートは別にねサイズに関わらず使えるのでね、うん、いいかもしれないですね、はい、うん、はい、いや、そうね、でも T シャツだとね、はい、衣装で着れるのがねいいんですよね。あの、まあそうね、なるほど、はいはい、そうね、生放送もそうですし、うん、今ってちょっとダボっとした T シャツ流行ってるんで、うん、大きめでもいいかもしれないですけどね。じゃあ今日この意見を参考にして、はいはい、まだまだ受け付けておりますので、はいはいはい、よろしくお願いします。はい、それではファンミーティングの募集期間をご案内いたします。次のスライドお願いします。はい、応募期間は本日より12月1日過去日曜日23時59分までとなります。応募資格並びに注意事項をご確認の上、7周年感謝祭特設サイトよりご応募ください。ご応募いただいた方の中から抽選で100名様にファンミーティングへのご参加いただけます、うん、今回も最大2名様までご同伴が可能となっておりますので、うん、皆様ふるってご参加ください。ご応募ください。お待ちしております。お待ちしております、はい、もう始めたばっかの方でもいいわけですね、うん、もちろんです、アカウントがあれば、はいはい、うん、だ前回もかなり熾烈な倍率だったと、はい、細かくは言えないですが倍率がしっかりあり落選されてしまった方もいらっしゃるので、はい、まあ、今回もまた当選狙って、はい、お越しいただければと思います、はいはいはい、以上ファンミーティングのお知らせでした。次のスライドお願いします。冬の大型アップデート情報チラ見せ。何ですかチラ見せっていうのは。チラ見せじゃないですか。まあ、誰も紹介するんじゃないですか。チラ見せチラッとなの。今回も新情報特番の名前やっぱ関してるだけあって、はい、ちょっと新情報をチラ見せで。チラ見せ、はい、まだちょっとチラッとしか言えないんだ。まだチラッとで、うん、サブリミナル新情報、はい、サブリミナル、はい、じゃあもしかしたらもう出てたかもしれないね。出てたかもしれない。画面上にパカパカバーって、はい、サブリミナルってやっちゃダメなんですよ。ダメですね。そうそう、あれで、はい、ではじゃあ次のスライドお願いします、はい。あー、よかった。はい、この前ですね、ご説明もさせていただきましたが、うん、プレゼントボックスが、延期になっていたのがですね、うん、アップデートを予定していると。よかった、はい、こちらも予定ではございますが冬の計画で今、うん、チーム皆さんが動いているという状況でございます、うんうん、はい、大変なんですよねこれって。結構なんか思ったよりずっとコストが、ね、はい、でもやっとやってくれるんですね、うんうん、なんとか。よかった、時間をかけて。すごい。北斗星くんなんかいっぱい持ってたら北斗星くんなんか20とか出たりする、ね、あ、内容は確かに宮本さんの方からなんか補足。ああ、そういうことなの。もうスライドを拡大していただいた方が分かりやすいかなと思うんで、はい、スライド
そうですね、数字の周りとかであったり、あと画面の下の方の数字であったり、はい、あとは、まあ、特筆すべきは一番左のタブ、うん、あ増えてる、はい、スタミナが別で取れるようになる、うんうん、など、はい、まあ、延期したのにももちろん理由があって、はい、中途半端なものだと あんまりその改善する意味がないと言いますか、うん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 、はい、というところもありましたので、しっかり使いやすく、はい、しています、うんうん、する予定です、はい、ですので、嬉しい、はい、もう少しちょっとお待ちいただければなと、はいはい、思います。待ってます、はい、結構大型とは言いながら結構ね影響は大きいかなと、はい、うんうん、いや大きいです、毎日見るとこですからね、うん、はい、うんうん、というところでございます。そしてですね、うん、次のスライドが最後ではあるんですが、はい、まあちょっとこのタイミングで出していいのかなというところで、はい、こちらでございます。はい、冬の大型アップデート、はい、新コンテンツとして PVE コンテンツ、はい、まあ、PVE っていうとちょっとわからない方もいらっしゃるかもしれませんが、はいはい、いわゆるプレイヤー VS、まあ、コンピューターだったりとか、はい、PE って何ですか。エネミーですね。あ、エネミーの E か、うん、あ、なので、いわゆる PVP を今回トーナメント追加したと思うんですが、冬のアップデートでは PVE コンテンツということで、はい、以下この2つのコンセプトを持って、うん、進行しているというところの情報までと、うん、今回させてください、はい、その2つがですね、コンシューマーライクでさまざまな悪魔を使った攻略を楽しむ、さまざまな悪魔、はい、強いのを使えばいいというだけではない。そうです。なるほど、はい、一時期ゼウスが席巻したかのような、ね、ありましたではなく、うん、はい、はい、っていうのが一つ目で、二つ目がファストプレイ&やり込みを重視したライトとコアのコンテンツと。先生、ファストプレイって何ですか。これは私が作った造語でございます。造語ですね。あんま聞いたことないなと思って、やっぱり、はい、まあ、サクッと遊べるっていうのは、まあ、分かりやすい言葉かなと思います。その、まあ、D2 をきっかけにファストプレイって単語を広めていけばいいんすかね。ワードを作れる、簡単に遊べるってことですね。まあ結構7周年の、はい、まあ、さっきファンミでもう7周年って打ってましたけど、うん、はい、7周年なんですよね、次 D2、うんうん、1月で、うん、ってなってくるとやっぱりコンテンツがどんどんコアに寄ってくるんですよ、はい、どのタイトルもやっぱり、うん、で、うん、いらっしゃる方もコアの方がもちろん多いので、はい、やっぱその方にターゲットしていくと、うん、コアの方がどんどんね疲弊もしてきますし、うん、あとちょっとライト層を置いてけぼりみたいな、そうなんですよ、うんうん、があるので、ちゃんとライト、ミドルだったりとか、うん、怖そうじゃないけど、はい、緩くやってる人が遊びやすく楽しめるっていうところをまず第一に考えて、はい、今ただそれだと今いるほとんどの怖そうの方々がちょっとなってなっちゃうので、はい、その方にはその方用のやり込みを用意するというところで今、うん、この2つのコンセプトを持ってですね、うん、ライトとコアをターゲットにしたというちょっと特殊なコンテンツ、全ての人が楽しめるってことですね、うん、まあそうですね、基本的に全ての方が楽しめるようにはしたいと思うんですが、うんうん、まあその中でもコメントでもありますけど、そのプレイ負荷みたいな部分は、はい、まあ、ずっと課題、やっぱ長く埋め続けていくと積み重なってしまうので、うん、まあ、やっぱりそのトーナメント、今回の PVP のトーナメントもプレイ負荷を下げたプレイになったりするのもそうですけど、はい、こちらも追加に合わせて、うん、ファストプレイになるようにが軽減っていうところだったりとかもセットで対応はしようかなと思っている、はい、今動いているところでございます。なるほど、じゃあ既存コンテンツとまた違ったまた味付け。そうですね、はい、味付けはもうしっかり新しいではあるんですが、まあ、どうなっていくのかっていうところはちょっと現時点ではちょっと今話せるのは本当これぐらいですかね、コンセプトとか、はい、方針だったりとかっていうところかなと。期待していいですね。期待してください。わかりました、はい、期待しますよ。じゃあ今でさえやることいっぱいありますからね、うん、ありますね、はいはい、そこにこう組み入れるっていうのはユーザーさん大変ですから ね、 そうですね。面白かったら多分やると思う、うんうんうん、まあ、煉獄みたいに報酬がなくてもやっぱコアな方は遊んでくれるっていうのはやっぱ見えてますけど、まあ今回は報酬の置き方もまだちょっと今検討中ではあるんですが、コアの方もちゃんと楽しめるようにっていうのは、はい、考えております。わかりました、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。では次のコーナーに参りましょう。スライドお願いします。悪魔の情報修正。よし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 。はい、では
ではここからは宮本さんお願いします。お願いしますよ、はい、宮本さん。今ニュートラル外れましたね、はい、ということでアッパーお願いします。宮本としてアッパーアップアップお待たせしました。アッパーアッパーしてよ。まあでもちょっとアッパーアッパーアッパー宮本、アッパー宮本でいきましょう。アッパー宮本です、はい、やってほしい悪魔いっぱいいるんですよ、はい、そうご要望はたくさんいただいておりまして、うん、必死に作っております。毎月情報修正がね、頻度以前よりもかなり高くやっている。でも確かに情報修正で強くなったっていうのも、うん、度合いがすごいですね。もう最近はもうだいぶ気合い入れて、気合い入れてますているので、アパモト、アパモト言いづらい、ちょっと言いづらい、ホテルみたいになっちゃったもん、はい、まあ、そういった形で今回も、はい、悪魔情報修正しております、はいはい、ですので、じゃあ次のスライド、はい、次のスライドお願いいたします。はい、やった、これは待ってた人多いですよね。もう、はい、やっとか、ありがとう。やっとです。堺市芝ですね、11月21日、翌週、来週ですね、になるんですけれども、木曜日に、堺市芝の情報修正実施します。やっとですか、お願いしますよ。もう柴様は強くないと、柴様は強くない、納得いかないですよ、これは納得いかないですよね、うん、そう、はい、まあ、というところで、そういったご意見もありますので、そういう、その、なんて言うんでしょうね、その格というか印象というのを大事に情報修正しております、はい、というところで、はい、こういうスキルや絆の信融語の強化も実施しております。いいよ、ガチャより強くしちゃってもいいよ、うん、ガチャより強く、一部してたりもします、ね、おー、本当に、はい、すごい、まあ、特にちょっと前回の話になるんですけど、マリシテンとかも、はい、かなり、まあ、そうね、ポテンシャルめちゃくちゃ高いと、4突でかなり強くなったもんね、はい、新型隊さんにしてはもうかなり破格だなっていうところも、破壊神芝も、ね、実は持っているので、うん、はい、じゃあ大好きな悪魔だから、そうですね、性能の方ちょっと行きましょうか、はい、次のスライドお願いいたします。ん、はい、破壊神芝です。固有スキルがですね、まず変わってます。ほう、本当だ。いや、空間殺法ないわ、はい、と思って、ついに空間殺法がなくなったんですね。ミカエルの時から変えているんですよね、うん、どんどん、はい、ファフニールとかもよく変えてはいたんですけど、いや、ミカエルもよかった、もう変えましょうというところで、うん、真っ赤っか、これ初ですよね、変わった方は。破壊の根源、破壊の根源はそうですね、初めて新スキルとやったね、なります、素晴らしい、はい、で、まあ、事前に、お話すると、空間殺法のスキルレベル上げていた方、うん、ミカエルと同様お返しいたします。重ねの仲間として、はいはい、お返しいたしますので、そちらはまずひとつご安心ください。返す方は現時点で、そうですね、ミカエルと同じ方式ですよね、はい、現時点で、もうこの発表をもちましてですね、はい、芝の、スキルレベル、空間殺法のスキルレベルを上げていらっしゃる、うん、ユーザー様を、スキルレベルマイナス1、まあ、初期が1ですので、うん、マックスが例えば6であったら、うん、6マイナス1、5個、うんうん、5個分の重ねの勾玉お返しいたします、うんうん、はい、それではそこはご安心いただきたいですっていうところで、うん、破壊神芝の、はい、ざっくりとした性能としては、合体さん破格のチャージ、手に入れました、うん、破壊の象徴となってます、はい、物理終末前哨戦で猛威を振るうように調整しました、うん、デュエルでも無効反射吸収による連動で敵を破壊してくれます。破壊神ですもんね、はい、あ、そうだ、破壊するんだ、というところで、はい、こういうスキルですね、破壊の根源、パッシブスキルになります、うん、命中率とクリティカル率が 20% 増加、うん、時ターン開始時連動効果1ターンの間、敵全体の防御力を 20% 減少させる、うん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 、で時ターン終了時連動効果ですね、1ターンの間味方全体を一度だけ魔法型ダメージを反射する状態にする、うん、はい、で通常攻撃変化、敵全体に物理属性の打撃型ダメージを威力140で与える、うん、これ空間殺法と同じ性能をしています。ただ空間殺法がなくなることによって、はい、その芝を物理で使いたいっていう、はい、方もいらっしゃると思いますので、そこをどうにか使い勝手よくできないかっていうところで、うん、MP0 で、はい、MP 消費ゼロで打てる通常攻撃変化という形で、はい、実現しております。なるほどね、敵全体に威力140なので、まあ、かなり破格の、うん、これだけでも破格の性能かなと思います、はい、続きまして、プララやアクティブの方ですね、はい、芝の固有スキルでした。敵全体に残滓防壁貫通を得た、つまり、まあ、現代スペックに上がっており、はい、万能属性の魔法がダメージを威力100から120に、はい、上昇しております。はい、魔法型ダメージ反射状態と物理型ダメージ反射状態を解除するというのがまでが、今までの効果でした、うんうん、ここに攻撃成功時連動効果、現在 HP が最も低い敵一体に防壁貫通を得た万能属性の魔法型ダメージを威力100で与える、
これ、まあ、ちょっとそれぞれ分けて考えると微妙かなって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、全体の220で、うん、もうかなり破格。あ、ごめんなさい、120とプラス、単体の100ですね。100でね、はい、合体さんでここまでやっている、うん、大獣の使徒のような形の、万能ダメージを出してくれます、うんうん、はい、連動効果を含むこのスキルによるダメージは物理攻撃力に依存するという形です、ね、はい、もう一つですね、プララヤ、これ MP もともと7でした。あ、はい、スキルレベル6で、与えるダメージ 12% 増加プラス、はい、このスキル使用時に MP に返却という、まあ、ちょっと昔の返却です、はい、返却型なんだ、はい、なので7は必要だけど、打ったら2返すよみたいな形だったんですね、はあ、なんですけど、使い勝手良くするために2返却する前にそもそも5にしたレア。そうだよね、はい、7は重いよ、はい、うん、っていうところで、はい、ね、この形にしています。なるほど、素晴らしい、はい、なので通常のそのなんて言うんでしょう、デフォルトの性能もかなり破格な性能になったかと思うんですが、うん、はい、ちょっと足りないです。まあ、そう、足りないですよ。まだ毎回試練の前に言われますよね。気づきました。毎回足りないなって言われちゃうので、はい、今回も試練強くしております。次のスライドお願いいたします、うん、はい、順を追って説明させていただきます、はい、パネル1、物理貫通を得る。これもともとパネル2、3に、あったものを、移動させております。1になったんだな、はい、まあ使い勝手を良くするためですね。でなおか通常攻撃変化で MP0 で打てるっていうところも含めまして、そこを物理貫通を、上に上げています、うん、でパネル2です、パネル2ですね、プラライ発動時連動効果自身を会心状態にする。こちらもパネル4だか3だかで、持っていた効果になるんですが、うんうんうん、上の方に押し上げました、うん、はい、その代わり3、4、かなり文章量追加しています。い、はい、パネル3、投げ方スキルで消費する MP が2減少するが、もともとも3としてあったんですが、そこに味方の属性無効反射吸収が発動した時、うん、連動効果、敵全体に防壁貫通を得た物理属性の魔法型ダメージを威力140で与える1ターン中2回目、ね、物理攻撃力依存となります、うん、パネル4がクリティカル率 50% 増加、うん、はい、自身がクリティカルを発生させた時連動効果、自身をチャージ状態にする、うん、はい、これが目玉の効果となります。あ、まあ、一つ前のスライドに戻っていただいてよろしいでしょうか、うん、はい、上の方に書いてある合体3破格のチャージっていうところが試練4に、追加されているっていうのと、うん、物理の終末戦争前哨戦で、猛威を振るうっていうところがですね、うん、試練3の、味方が属性無効反射吸収した時っていうところですね、うん、ごめんなさい、もう一度スライドを、次のスライドで、はい、分かりやすくパネル3の効果ですね、属性無効反射吸収が発動した時っていうところに、終末戦争エネミーが必ず殴ってくるので、うんうんうん、そこに対して、まあ、プレスを、敵を減らすんですけども1ターン中1回、は必ず出るという形で、うん、物理の、魔法型ダメージを弱点で与える形で、得点を伸ばせるというところですね。でプラスで、さらに空間殺法が、通常攻撃変化 MP0 で、まあ、打てるようになったイコール、うん、そのプララヤも、空間殺法もまだ打てるという状況なんです、うん、なので終末戦争で弱点を判別してどっちが強いかっていうのを判別して打ってくれます、はい、ですので基本的に物理の終末戦争では、空間殺法を、うん、特殊なことをしない限りは物理の終末戦争では、空間殺法を打ってくれます、うん、でさらにそこでクリティカル発生させた時ですね、自身チャージ状態にしますんで、うん、チャージ状態で MP0 の、空間殺法が全体に出ると、うん、得点も、ボーナス倍率も稼げますし、ダメージ倍率も稼げるという形で、終末戦争でも猛威を振るいます、うん、でなおかつ、さっきの前のスライドに書いてあったデュエルデモっていうところですね、うん、ここもパネル3の効果、属性無効反射吸収が発動した時っていうところで、連動して破壊してくれるんですけど、まあ、この説明だとちょっと分かりづらいかなとは、うん、想起しづらいかなとは思うので、うんうん、まあ、ちょっとここは後ほどの後ほど、はい、あ、よかった、お楽しみにいただければ、うん、ちょっと、ね、私とドグマさんの口数が減ってたところでいやいや、もう真面目には聞いてましたけど、はい、聞いてたんです、ね、新しい能力だからんなと思いながら、うん、向こうが条件に入ってるのがちょっと、ね、新しいんですよ ね、 そうですね、反射と吸収で連動を打つやつ、うんうん、いたんですけど、向こうも含めてやっぱ反撃してくれるっていうのは、うん、
ちょっとねこういう使い方あるかもみたいなのを気づいてる人もいるんじゃないかなと思います。合体さんにしてはもうかなり強くなったっていうのは分かりいただけた感じですね、はいはい、後で見たいね。でもね、ぜひ楽しみ、お願いします。交互期待です。はい、はい、交互期待、はい、では、宮本さんありがとうございました。では次のコーナーはこちらです。次のスライドお願いします。新、はい、星5悪魔登場。これですよ。いよいよ、まあ新情報のねやっぱ目玉ですよね。なんでしょう、ね、みんな何だと思います。まあ今日黒髪ですからね。黒髪も関係ないって言ってましたけどね。何、はいはい、だろう、もうなんすかね、すごいの、いやー、まあ、すごいのでしょう。なかなか気をつけるんじゃないかなと思います、ね、ほら来てます、筋肉マン、筋肉マン、あ、まさかのコラボ。あ、はいはい、コラボだったらコラボで言うでしょ、まあ、言ってる可能性の方が高いですね。なんだろうな、ゴースト Q、うん、チュルイーナ、うん、またマサカド、マサカド、ドッペルゲンガー、うん、マンモンか、ヨーナルド、あ、いいですね、うん、ライド、ライド来たらいいな、ハサマ来たらいいですね、うん、チンピラ、チンピラ、うん、人間だからな、あれ、来るかな。サタン、僕はねサタンを実装しようって口酸っぱく言ってるんですけどね、うん、この2人は聞いてくれないですね。裏でめちゃくちゃ言われてます、ね、ずっと言ってます、サタンやってくれって言われてます、うんうん、アマビエさん、アマビエとか来てほしい、はい、まあ、でも想像でやっぱどうだろうねと思います。はい、はい、うん、それでは皆さん、星5新悪魔登場、まずはこちらの映像をご覧ください。ですよね、予想外だった、はい、予想外だった、すげー苦労しましたよ、はい、5で最初に、そう、序盤のね、このこいつ強烈持ってないですけどって、はい、みんなが詰まった、うん、いや、その女神転生を知らない人が5をやった時に、うんうんうん、これが女神転生かって教えてくれるような、持ってないと勝てない、非常に思い入れのあるボスだったかなと。まがまがしいですね、改めて見ると。そうですね、ということで蛇竜ヒュドラが登場です。いいですね、ファイブから最近起きて嬉しいね。なんか映像めっちゃかっこよかったですね。映像かっこよかったですね。ちょっと実際の実機映像も後で見れると思ってるんですが、はい、一旦詳しく紹介したいと思います、はい、スライドお願いいたします。はい、こちらイベントの紹介となります。川西さん、あらすじお願いいたします。はい、ヒュドラの猛毒で窮地に追いやられるリベレーターズ、毒は全てを侵食していき、え、今までで一番やばくないですか。いや、もうやばいです。なんか猛毒でもう窮地に追いやられてる、追いやられました、リベレーターズ、ついに壊滅、壊滅もありえる、いよいよ壊滅したゲーム終わっちゃうじゃないですか。壊滅もありえます。本当ですか。分岐未来の世界はね、はい、世界なんです、まあ、まあそう、あ、分岐はね、確かにね、はい、はい、確かに、というのでちょっとね、イベントのシナリオも、はい、楽しみにお待ちいただければと。はい、イベントの開催期間は11月14日木曜日15時から12月1日日曜日10時59分までとなっております。それではヒュドラの詳細について岩崎さんにご紹介いただきましょう。はい、お願いします。はい、では性能の紹介に移らせていただければと思います。次のスライドお願いいたします。お、はい、ではですね、紹介させていただきます、うん、鳴り物入りの新能力超反応を引き下げ蛇竜ヒドラが超反応ついに登場と、はい、ところで、超反応はいかなるタイミングでも割り込み効果を発動し戦況一変と、うん、で超反応による圧倒的な耐久力と戦士万体な効果で盤面を制圧と、うん、先生、戦士万体って何ですか。はい、非常に多くの、うん、お、さまざまなとかですね、うん、簡単に言うと、まあ、いっぱい感じ見ると、はい、いっぱいです。うん、岩崎さんってなんかあれですか、横綱が出る時のなんか横綱で答えるのを考えるの好きみたいな。かもしれないです。例のね、ああいうの好きですよね、はい、この人ね。あんま見たことない4文字だなこれ。で、超反応回復、火ダメ減少、火ダメ増加、レーサー復活効果に減退と、まあ、みんなの星を詰め合わせた悪魔と。はい、ようになっております、うん、超反応、はい、超反応はね、はい、新しい機能でございます、うん、後ほどまた説明させていただきます、はい、
で対戦はですね、通常で物理と火炎の向こう、ボーマだと火炎が反射になると、うん、なって、まあ、最大精査数が力108、まあ、117対260で速201、はい、運138と、対と速が非常に高いという悪魔。速も高いんだ。対と速が高いのはやっぱロストネームだったりあの正門様だったりとか、うん、まあ、やっぱり長生きしやすい悪魔の一個の特徴なのかなと思いつつ、うん、はい、というところが、うんうん、早いんですね。そうそう、ヘドラがなんか足あんま速いイメージあんまない。やっぱ、ね、ヘビってこ の,、ね、やからこの摩擦で動くのが8個あるんだよね、うん、その分意外と速いのか。あります、はい、でスキルですが、はい、呪殺サバイバーして不死身の怪者で、うん、英雄殺しの毒、邪毒ですね、うんうん、はい、で覚醒スキルがアルカミが精神漏出、威圧の構え、沼地の怪物、火炎反射、うん、でプレミアム召喚スキルが呪殺ハイブースター、競争の権限、英知の権限、三部の合戦となっております、うんうん、で、まあ、気になる超反応も含めて、うん、あの詳細の能力を説明させていただければと思います。はい、お願いいたします。はい、うわっじちっさ、ね、ついに黄色文字も多くなってきちゃったというところで、なんか勉強できない人ノートみたいになってきちゃった、説明させていただきます。パッシブスキルが呪殺貫通を得る、そして即死、毒、金箔、魅了無効を得る、うん、そして最大 HP が 100% 増加、うん、そして単体で受けるダメージが 30% 減少する効果を持っています、うんうん、そして敵の打撃型、魔法型、割合ダメージを受けた時、超反応が発動して、うん、自身の HP を 30% 回復します。これ初めての、はい、超反応。バトル中8回まで。8回まで、8回まで、ね、30% も回復するの。めっちゃ回復するじゃん。まあ頭も8個ありますからね。なるほどね。で一旦目開始連動効果で敵全体に腐食と威嚇のレーサーを2カウント与えます、うん、レーサーをですね、嫌なやつ。しかも2カウント、うん、巻きます。そして敵ターン開始で死亡している味方がいた場合に連動効果で死亡している味方全体を HP 10% です。マジか、はい、効果を持っております。そしてさらにですね、自身が生存中に敵全体は受けているレーサー1種類ごとに被ダメージが 5% 増加という効果を持っています、うん、まあ、要種つければ 20% 増加、うん、そういう感じですかね、はい。そしてアクティブスキルですが、敵単体に防衛貫通残暑を得た呪殺属性の魔法型名称威力50で与え、減体を2カウント与えます、うん、その後、敵全体に防衛貫通を得た呪殺属性の魔法型名称威力160で与え、うん、さらにヒットした敵に腐食の連鎖を1カウント与えます、うん、さらに基礎確率 8% の毒状態にするという効果を持っております。連動効果を含むこのスキルのダメージは HP の 30% を参照する効果となっております、うん、というのがパッシブとアクティブの、はい、どこがやっぱ一番強いんですか、まあ、回復しながら復活させるというとこ、本当にいろいろ強いんですが、まあ、やっぱり超反応が、うん、まあ、今回の新能力なんですが、うん、これはですね、まあ、後ほどあの宮本さん、まあ、アッパー宮本じゃないですか、はい、宮本から、はい、説明があるんですが、超反応っていうのは、はい、まあ、敵から攻撃を受けた瞬間に、うん、あの同時に回復するみたいな効果なので、はい、まあ、8回発動すれば 240% 回復。いや、倒せないじゃないですか、はい、だから倒しきらないとまずいってことですね。中途半端に殴っちゃうと、はい、なので、まあ、これはね、新効果同士で最大 HP100% 増加、これ意外に 100% 増加ってそんなにないんですよ、うんうんうん、で体の値がですね260あって、はい、ゴズ天皇にすぐ2位の HP を誇る、はい、これ相手にいたら嫌だけど自分とこいたらどっしり構えてくれるから非常に硬いし、超反応での回復も非常に魅力的で、単体の火ダメ減少も持っているので、しかもこれ増強を持ってないんですよ、うん、だから逆にイズンとかでの増強幅が大きいっていうところも、組み合わせの妙が出たりとかもするので、うんうんうん、まあ、非常にあの強力な、一番強い部分はやっぱ超反応かなと思いつつ、うん、1ターン目開始に腐食と威嚇を2カウント与えるっていうところも、うん、はい、まあ、非常に強力、まあ、復活も強いですし、火ダメ増とかもね、やっぱ今ベニタスだったりとか、うんうん、はい、を考えると火ダメ増加効果ちょっとでも嬉しいっていうところが、レーサーで組むとみたいなところが見えてくるので、かなりね魅力的な。あとアクティブの減体2カウントも偉いです。これすごく偉い、偉い、はい、ヒドラ褒めてる、使いやすいです、はい、これ偉いです。ヒドラちゃん偉い偉いみたいなところでございます。すごい詰め込まれてる、詰め込まれてますね。早くて硬くて生き返らせてきて、で回復超反応してくるしっていうところで、はい、なるほど。で死ね融合の説明させていただきます、はい、
指令用語ですが、自身が受けている、自身が受ける激高のレーサーのカウントを1カウント軽減します、うん、そしてアクティブスキルの長編 MP が1減少するとなっております。で、パネル2の効果が、魔風無効 L のと敵ターン開始に連動効果で、味方の防御力上昇と敵の攻撃力デバフ、まあ、いわゆる五穀の方向を打つという効果ですね、はい。で、パネルさんが自殺属性となるダメージが 30% 増加となっております、うん、パネルさんに HP 増加つけたらあまりに硬すぎたんで、はい、ダメージの方に寄ったりはしてそうでしょうよというのはあるんですが、まあ、パネルさん開けて火力全体160っていうのもね、かなり高めの数値になっております、ね、うん、しかも HP 3勝ですから、うん、火力と硬さを両立しやすい悪魔となっております、うん、はい。そして最後に真覚醒スキルの説明で次のサイドお願いします。はい、はい、こちらですね、異能が持っている真覚醒スキルで自殺のダメージ 20% 増加と HP 20% 増加というのを持っているというところでございます、うん、はい、というのが、今回ヒュドラの能力でございます、うんうん、はい、なるほど、はい、なんかちょっと相手に来たらどうしようかな、そうですね、まあ、これはね、まあ、ちょっと超反応がどういうふうに動くのかとか、ね、あと実際にどれぐらいの妨害とか、うん、火力があるのかみたいなところも後で実機でお見せしようと思うんですが、はい、ちょっと超反応はですね、説明をちょっと宮本の、ね、はい、お願いします。タッパーさんお願いします。フリップ用意しました、はい、超反応、はい、はい、こんな形です。めっちゃ綺麗。お、はい、条件に合った攻撃を受けた時、ヒュドラでは、敵の打撃型魔法型攻撃と割合ダメージを受けた時、まあ、デメテルと同じような条件です、うん、その条件で、発動します。で、他の効果に割り込んで即反応即発動するスキル効果になります、うん、で、まあ、一般的な説明で言うとこんな形になるんですけれども、うん、まあ、強みなんだと、うん、はい、魅了、緊迫、封殺などの、うん、まあ、状態異常であったり、そのパッシブからの連動効果を止める封殺、うん、のレーサーですね、うん、というところの状態であっても、効果を発揮します、うん、はい、なってても効果、なってても効果発揮、あ、 なるほど。なので敵に便利、マサカドがいて、ヒュドラが封殺されていていたとしても攻撃を受けた時に回復します。出るんだ。はい。はあ。甘さの封殺。あと緊迫状態とかでも、うん、回復したりとかする。はい、これはまあまあ新効果にふさわしい能力かな。甘さ、まかさこまで言えなくなっちゃった。会心、ま、まさかど様のあれを乗り越えてくるんだ。超反応で、はい、あればと。で、まあ、コメント欄でも、はい、はかまさで終わりっていう話もあったんですけども、うん、しっかりそういうところに対しても、うん、勝手に発動する、連動効果ではないので、はい、特別というか、まあ、超反応してくれるヒュドラの効果になります、はい、で、実はこの効果、新効果にしてはいるんですけども似たような効果ありました、もともと、はい、そういったところも踏まえてですね、まず注意点、はい、から説明させていただきます。コネクトスキルと属性反射ダメージは超反応しません、うんうん、コネクトスキルでバトル開始時に敵から食らう、コネクトスキルのダメージに対しては、うん、超反応しません。なるほどね、まあ、補足ぐらいの情報ですね、はい、で、あと、はい、逆にしない方が嬉しいみたいなヒュドラの回復ね、そうですね、うん、バトル中8回を、まあ、できるだけ効果的に使いたいというところがございます、はい、30%回復しますからね、はい、で、もう一個ですね、あります、さっきの話として、はい、既存のスキルもっていうところですね、はい、まだの思念パネルに、打撃型攻撃を受けた時にその敵を 50% 確率魅了にする、はい、魅了にするっていう効果があります。この効果も、実は今までも、まさかどの封殺を受けても止まらない、効果でした。もともと連動効果ではない形ですので、そういった形です。で、まあ、機体も含めて、はい、このマダもディオニソスも超反応に、はい、なりますので、超反応の悪魔は3体というところでございます、はい、効果も、はい、ありますよというところでございます、まあ、というところで、はい、まさかどが敵にいても安心して回復してくださいというのがヒュドラの、うん、性能になっています。はい、はい、というところで、まあ、実機の方も、うん、ありますが、まあ、まずはちょっとね AR、はい、あ、そうね、はいはい、実機画面見ていただければと思います。ぬめっとした感じを見てみたい、うわあ、なんかすごい、皮膚っていうのかな、よだれ垂れてない、うわすごい、よだれ垂れて、うわすごい、エイリアンみたいなよだれが、うわうリアル
これヌメッとしてる質感がね、実家の庭にいそうな感じだよなんかね本当になんか目の前にいるぐらいリアル、ま、松の木みたいな感じで擬態してるかもしれないこれ、うん、うわすごっ、これ新5でスイッチで見たいやーまもねやっぱりのクオリティすごいよくヌメリがすごいよね、すごい昨日僕鍋やったんでなんか見たなって感じ、はい、しめじこういう感じやもんね、しめじっぽい感じが なんかなめこのような、そうなめことしめじ足したみたいな、すごいモデルマジすごいですね本当に、であとこのタップした時もちょっと今回力入れてて、はい、うわー立ち上がる、うん、このね日々の動き、あこのモーションにエフェクトがついてるという、はいはい、すごい結構限られた後ですか、うん、そうなんです、ブレス、ブレス入ってるっていうのすごいね、めっちゃ力入ってる、服のブレスかな、まがまがしいですね、もうほんとメガテンの悪魔って感じ、うんうん、そうですよね、女神転生の悪魔らしいビジュアルなので非常にいいなと、尻尾すごいですね、たまた尻尾、もうめっちゃリアルですね、カニシャン大好きでしょ、はい、なんか動物園、動物園とかでなんか、うん、あのなんつかね、毒の強い生き物とかみんな好きですね、カニシャンタレントとして毒が強いからね、はいはい、こう響き合うものがあるのかもしれない、そんなことないこんなに接しやすい人間なんで、まあ、そうですよ、ごめんごめん、裏で毒持ってるのかな、AR も表示しようと思うので、はい、宮本さんお願いします、はい、ちょっと今回は僕から、でかいので AR がなくて、もともとでかいんだもんね、うん、設定もね、悪魔自体がちょっと前の方にここ、じゃあ、はい、ちょっと AR 担当川西優子が、はい、毒同士大きいので、うわでかい、うわでかい、でかいな、ちょっとサイズを、はい、よいしょっと、お、あ、これでちょうどいい、お、ちょうどいいかも、こんな感じで、あ、なんか全然いい感じ、いいですね、と実家の庭先で記念写真してるみたいなこんなでかいやつにたぶん見つけたみたいな、自分が生まれた時にあのその植えた松の木ですみたいな樹木の方、めっちゃいい写真撮れてる、めっちゃいい、送ってほしい、保存しますね、すごい、保存しといてください、保存できるんですか、めっちゃいい、めっちゃいい、へえ。という感じで AR でございました、はい、怖い感じがよく出てるね、うんうん、ではじゃあ、はい、気になる実際のプレイの方に参りたいと思います、次のスライドお願いします、ね、バトルバトルバトル、伸びが年々良くなってますね、最近喉の調子が良くてね、はい、あ、音声さんが一番リハンとか調整してましたよそうでしたね、伸びをちゃんと良くしようと思って、うんうんうん、ずっとエコーの掛けをねずっとやってくれてます、うん、ありがとうございます、さすがです、音声さん素晴らしい、はい、ということで、はい、今回は、バトルバトルバトルを皆さんにお見せしようと思いますので、はい、ここからは宮本さんにバトンタッチというと、はい、声を出すだけというところ、強さを見せてください、はい、いただきますということで、ね、そう、まず芝から、はい、ちょっと見せていただければ、芝からですね、いや芝見たい、芝見たい、はい、ちょっとご準備します、頼むよ芝、はい、みんな好きなんだから、はい、また思います、いやちょっと今準備タイムね、はい、準備タイムです、うん、まあ、恒例っちゃ恒例なんですけれども、うんうん、それでいうと新5の芝も相当、ね、はい、そうですよ、うん、良かったですね、めっちゃ大変だった、隠しボス的な感じだったよね、うんうん、確かね、今後だからこうやっぱみんなが好きな悪魔もどん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 お願いします、ね、直近でそのミカエルとかも、あ、ミカエルもね、はい、情報修正したりとか、うん、はい、あのマリメタみたいなのはみんな喜びましたからね、うん、あ、まあ、リシテンのね、よく、あ、マリメタのスタイル、マリメタ、マリメタ、はい、そうですね、はい、もうだみんなオーラつけちゃえみんなね、みんなつけちゃえ、そんな雑に倍出せますね、そうそう、シバもうつけちゃえオーラは、ま、あれオーラ、シバもオーラつけちゃえ、あれオーラつけるだけで、はい、なんかその終わるわけじゃないんですよ、ね、そうですね、ちょっとオーラつけてチュッチュッと強くしてくれたらもう僕はすぐ引きますよ、うん、結構他のタイトルがどうかっていうよりはオーラつけてそのまんまっていうのは確かに多いんですけど、全然もう、まあ、メタトロンの時からそういう見え方はあんましたくないなって思ったので、ちょっとモーションは新しいのです、ね、なるほどなるほど、まあもちろんね、つけるだけっていう、ね、性能部分もちょっとねいじらせていただいたり、これは強くないとダメです、うん、はい、お、準備できました、楽しみにしてます、はい、
はい、準備させていただきましたので、はい、まあ、こういった編成ですよというのだけまず最初に説明させていただきます。敵側パーティーが BS21000 程度で、まあ後ろ側後攻側で開始します、カマエルが一足、はい、カマエル、マリスメタトロン、ハチマン、イズンというような編成です、まあ、こちらですねカマエルが、まあ、敵ターン開始時というところがあるんですけど、まず、マリスメタトロンが敵の相性低下をしたり、カマエルが敵を殴ったり、それに対してハチマンが連動効果を出したりっていうところが、ございます。これ悪いけど本当にこの芝は場違いですよ、はい、してなかったしてなかったらなんで使ってるんだろうと思うぐらいですよ。あのなんでここにいるんだって感じ、そんな感じするもん、はい、これがいる意味があるってことですね、うん、これがいる意味があります。やった。あの元々あの火力は持っているので、うん、まあ、上取って殴り勝つような悪魔になるんで、それに対して、高校側が、まあ、カウンターではないですけど空中戦っていうのが流行りというか、うん、あります、はい、うん、まあ、そういったところに対しても、まあ、実は強いんですよと、うん、まあ、火力はまあ元々申し分ないのでそっちはまあお見せしなくてもと思いつつ、うん、はい、じゃあ防衛テストいきます。いやこれ嬉しいな、これ入れてこれ倍速速いかも。あ、ちょっと三級をね、この異世界バフォメットの、はい、あのフォローしてどれぐらい出せるかそうですね、なりますね。まあ、まずはクレオパトラが魅了にします、うん、で、相性低下していきます、八幡が、紅葉にします。で紅葉にしたので会心状態試練2で付与します、うん、で、まあデバフですね、はい、で敵の構えるの、敵ターン開始の攻撃反射しましたね、いや吸収しましたね、カウンターします。今3900ぐらい出てました。入る前に返しました、はい、まあ、でイズンに起こされちゃうんですが、ゾーンとついて、まあ、これはね大丈夫か、はい、でもう一回八幡がここバフォメットが反射します。反射しましたね、はい、おお、カウンターですみたいな形で、かなり強いような、あの間半間級と、はい、あの反射してくれるところであったりっていうような形になります。でちょっとあのもう一つ、そもそもの火力どうなんっていうところもお見せしたいなっていうのがございますので、うん、まあ、ちょっと異世界バフォメットにはパスさせていただいて、うん、この悪魔ですね、はい、あ、ちょっと今ゲーム画面が、あ、ゲーム画面お大丈夫そうですかね、はい、まだ動かしてないです、で、アタックが通常攻撃変化という形で、ね、あ、そうだそうだ、はい、防衛感じゃないんですけども、はい、空間殺法が MP0 で打てます、はい、まあ、プラライアも現状打てるんですが、うん、ここはあの試練4の自身がクリティカルを発生させた時チャージっていうところも含めてですね、うん、アタックで殴りましょう、うん、はい、1654と出てチャージ状態付与しました。 MP0 で、うん、おー、はい、すごい、これ単体でしたけど全体で出てますね、これ。そうですね、あの、うん、今イズンしか残ってなかったんで、あのイズンだけに6000ダメージかなっていうところがあったんですけど、うんうん、これ全体に出るので、うん、全体に6000ダメージと考えていただければ、うん、まあ、単純計算で2万2000というような形には、強くなっています。うん、はい、あのちゃんと評価いただけてるようで何よりというような形ですね。末戦争も合わせて、はい、なかなかの火力が出てるかなっていうところはしっかり強くして、プラレアには乗らないんですもんね。プラレアにはチャージは乗らないだから、まあ、通常攻撃変化した方でってことですね、はい、なるほど、うん、あのただその物理っていうところも含めてそれこそ自分に組んでた異世界バフメットが敵にいたら、まあ、物理打てないと、はい、まあ、そういう時はプラレア選んでいただいて、うん、いうとこともできますし、はい、結構フレキシブルに動きやすくなった悪魔かなと思います。召喚はできなかったですけど向こうでやっぱあの反撃が発生する、はい、私個人的には押してて、はい、あのそれこそカマエルの激光で通常攻撃を無効化させたら反撃してくるとかもありえるので、はい、なんか結構ちょっとね可能性は感じてほしいなと、なるほど、はい、ございます、はい、ちょっと僕あの提案というかお願いがあるんですけど、はいはい、提案、はい、情報修正した悪魔をこういうパーティー使うと活かせるよっていうのをどっかでパッとなんか見えるといいよね。どう組もうかなみたいなのが悩んじゃうんで、例みたいなのを、はいはい、
どこさん、はい、うちのチームに来ませんか。確かに外部の感じプランナー定職ですかね。なんかパッと見れるといいなと思って、情報集って、ね、見返るとか入っても、はい、どう組もうかなって思っちゃうので、うんうん、どっかでなんかお知らせでもいいんで、うん、やってくれません、うん、まあ、ちょっとあのお知らせ、そうですね、あの、まあ、分かりやすい形で何かしら、まあ、次回からは、うん、表現させていただこうかなと思いますので、うん、非常に助かりますんで、はいはい、まあ、今の、芝の形で言うと、あの間半間級と、物理吸収であったり反射であったりっていうところであったり、うん、あとは構えるとも相性がいいですし、うん、まあ、そういったところと組んでいただければ、いいのかなと思います、うん、はい、それをもっと言っていってください、はい、うん、はい、ありがとうございます。2時間の生放送だとどこかみんな分かんないから、そうですね、タイムスタンプつけといて、ここで言ってますみたいな、あ、タイムスタンプつけれるからタイムスタンプ、そう、はいはい、この情報で区切られる、この情報がここみたいな、ね、ありかもしれない、それもあるといいかもしれない、はい、ありがとうございます、お願いします、ありがとうございました。ところで、はい、お待たせしました、はい、ヒュードラーになるんですが、はい、ちょっとこちらも準備させていただきますので、はい、少々いよいよお待ちください、はい、でも新5でね、新さん舐めさせられた、そうですよね、なんかやっぱ配信やってると、はい、全員配信者そこで一旦止まってレベル上げタイムが入るどうすんねみたいなねでもこのヒュドラは別に氷結が弱いってわけでもないはなく、そうですね、はい、まあ、D2 の解釈のヒュドラですよね、しっかりベンジェンスでベンジェンスしましたから、ヒュドラに能力もしてるから、なるほどなるほど、対策してちゃんと、私もベンジェンスしました、ベンジェンスでベンジェンスしたんで、ベンジェンスまでやれてないからな、やらなきゃ、すげえ強くなってる。ヒュドラですか？一緒？ヒュドラ一緒な、うん、近一緒か分かんないですけど近しい能力だったんで、うん、同じ対策で、はい、行きました。またそことね、ちょっと新5と変わった性能っていうのも楽しい、そうですね、はい、うん、まあ、D2 ならではのみたいなところはね、見せられるかな、うん、もう結構悪魔実装されてるじゃないですか、そうですね、はい、でもまだまだいける、もうまだまだ新5だけでもいますし、うんうん、まあ、他の作品でもいますし、新1から考えたらまだまだいるんじゃない、まだまだ全然いるので、はい、あと、はい、あのベニタスみたいなオリジナルの悪魔も ね、 ね、別に、そうか、オリジナルの悪魔ね、まあ、ベニタスみたいなのは連発はないとは思いますけど、うん、ラスボスですからね、はい、ロストネームとかね、ロストネームとかね、オリジナルで言えば、ね、はい、うん、楽しみ、まだまだあと30年はいけますよね、うん、まだ全然いけます、うん、あと30年、お、一緒に墓に入るつもりで30年後って、はい、30年後僕は76です、逆にみんな多分見てくれる、あ、でも失礼ながらみんなもそうですからね僕だけじゃなくてみんなも30年後はあの結構いい年ですから、確かに確かに、はい、といったところで、欲しいな、はい、はいはい、まずヒュドラ、お二つ、うん、ご覧いただければなと思うんですが、まず一つ目ですね、味方のベニタスと組んで、まあ、ベニタスを倒すのに、まあ、躍起になっている空中戦パーティー、うん、いっぱい、今存在します、そういったところに対してどれぐらい強いかっていうところを、ご覧いただければなというところで、お願いします、はい、画面お願いします、はい、出ました、うん、味方は、ヒュドラが、一足の、2番手がイズン、3番手がオシリスの4番手ベニタスという後攻パーティーになります、うん、でそれに対して、先攻パーティー、かなり即下げて火力にガンブリします、うん、19600空中戦パーティーなので、まあ、上側にも強いとはいえ同じような空中戦パーティーと対峙した時にはやっぱり上取った方が有利なんですけれども、今回どんだけ強いかっていうのをご覧いただくために、BS 下げて火力持ってでしかもマリスメタトロンが最初に相性低下して8万が会心に紅葉を会心にして、うん、マリステンが会心になった時にダメージ出して、はい、まあ、そういうい、まあ、理想的な、うん、理想的なパーティーで編成で、組んできました、はい、まあ、ベニタスに対してまず勝ち切れる空中戦の、はい、さらにその中でも超火力の編成にどう耐えてくれるかっていうのをちょっと見せられればなというふうに思います、はいはい、うん、では、防衛テストを開始します。多分今ベニタス使って、まあ、負けるパターンってやっぱりよくあるのがこの空中戦に、うん、あの悪意付与する前にやられるみたいな、はい、ところが非常に多いので、空中戦を相手にした時に非常に相性もいいですし、強いところがない、そうですね、うん、マリスメタゾーンが相性低下して8万が紅葉、ね、さらに思念2で会心状態にして、マリステン、あ、ごめんなさい、会心だったのでまずモズグスが出ますね、うんうん、でモズグスが打撃型だったので8万が紅葉にして打撃型、でさらにそこに、カゲロウの矢、数値かぶってると分かりづらいんですけど、うん、もうダメージと同時に回復してる、実は出てるんですね、次一切減ってないんですよね、これ今も HP 緑の数字と、あ、出てる、一番左の奥の、一番遅いのにしてください、一番奥の
シュドラが、うん、緑の数字が変わっている、はい、HP の左下の数値を見れば分かるんですが、1ミリも減ってないですね。全くそうなんですよ。回復が下になってるのがダメージの、あーでも上になってる、回復今下ってことだよね。そうですそうです、はい、5000以上下、まあ、まあ、かぶらせることで即反応してますよっていうことか、感じですね。で以前が落ちて、まあこれそれこそ敵側先行取ってるので、うん、まあ、空中戦だけでなくて、うん、まあ、こんだけ倒してくる、ベニタスがこれ落とされちゃうんですよ、はい、やっぱり、うんうん、これはそのベニタスが強いとかではなく、もう本当に今の空中戦の極まった編成ってこれぐらいの火力をもう速攻でしてくるので、うわ、速度2に戻してもいいかもしれないですね、はいはい、4かな。で敵ターン開始時、うん、まあ、いいやつも出て味方全体を HP 10%で、さらに速が高いので行動順が早いので、その後の悪魔たちの敵ターン開始効果が出ます。インベンティオの回復であったり、ベニタスの回復であったり、悪意追加であったりっていうのは全て出るので、そういったところでベニタスはまず悪意1で、はい、ダメージ0っていうような私なんで、やられても、はい、まあ、復活させて、さらにその連動で、はい、そのベニタスの連動が発動するという、そのいわゆる空中戦編成の、うん、まあ、いわゆるベニタスの、まあ、弱点に近しいところをもう完全に塞いじゃうっていうところが、うん、あのヒュドラの強いところでもありますし、別にベニタスと組ませる前提でなくても、うん、まあ、本来の硬さみたいな部分はかなり担保されているので。平成に組み込みやすいっていうところが、まあ、非常に魅力的です。そうですね。分かる人には分かるんですけども、もっとあの火力の出るモズグス様とか、はい、あのまあ、ユーザー様、育ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけども、ベニタスの HP、かなり低く設定してます。倒しやすくしてます、なんなら。なのにもかかわらず、ヒュドラは、だそんだけ火力があるにもかかわらず、ヒュドラはこの HP です。全然受けていない。そうですよね、はい、ただギリギリになりましたけど、もうすごい耐久を多分出してくれたんだろうなと、まあ、さっきまではあの回復していたので大丈夫だったんですが、うんうん、まあ、今地上戦も食らいながらこの形で耐えている、うん、硬い硬いな、まあ、3倍ぐらい、そうですね、まあ、実質そのベニタスはダメージが通らない、通りにくい硬さがあるんですけれども、はい、まあ、ヒュドラはダメージは通るけど、うん、それ以上に回復してくるバトル中8回っていうような感じで想像していただければ分かりやすいかなと思います。すごいね。まあそうですね、まあこういった形で、うん、まあ、ベニタスが残ってくれれば、あとはすんごい連動しますね、このパーティー。このパーティー本当にすごい、すごい連動パーティーね。ちょっとマリシテン作っといてなんですけど、こんなに連動させてしまったなという、うん、ね、2000のやつ買わないと良くないね、これね。4速にしないと、まあ、ヒュドラ自体の速も200を超えてるので、そこの調整も結構しやすいっていうところはあるかもしれないですね、はい、もうここまで来たらもう、はい、もうあとは、はい、いやあ、はい、ガゼイ起こすので、すごいな、はい、そういう感じです。でなおかつヒュドラ、HP 参照です、うん、30% の、HP の 30% の値を攻撃力として参照します、うん、なので8400、まあ、大体8000とすれば攻撃力2400で、与えるダメージを与えてくれる悪魔になります、うん、で、1段目アクティブ打ったら発動したらその敵単体に限定、まあ、威力50と限定2カウント、うん、でその連動効、ね、成功時に連動効果で敵全体に威力160と腐食1カウントという形になります、うんうん、はい、なので、まあ、どれぐらい火力が出るかっていうのを、お見せできればなと思います。はい、まあ、戻します。はい、全体、全体が2カウント、うん、全体に160、ただ HP 参照というような形ですね。でこれは勝っちゃってください、はい、普通に、はい、で今あの敵のモズグス、腐食が
ついてます、はい、うん、あモズグスって腐食耐性を持っているので耐性1カウントの耐性を持っているので、うん、まあ、波の腐食悪魔じゃ、腐食のレーサーが通らないんですけれども、うん、ヒョドラ、まあ、1ターン目開始という形ですが、まあ、高校を取っているのでモズグス様が動いた後なんですけれども、うん、そこに対しても、腐食が2カウント入るので、うん、あ実質1カウント分、ね、はい、モズグス、はい、モズグスも、はい、入るという、うんうん、というような状況です。うん、はい、でまあ、あとはまあ上手もう、はい、倒してください、はい、はい、なるほどね。まあ、なんで伝えたいこととしては、まあ、非常に硬いし、はい、組み合わせも使いやすいですし、うん、でまあ持ってる効果も存分に耐久寄りというのは持っているんですが、うん、まあこれが1個目ということ、ね、これ1個目、もう一つをですね、もう一つある、はい、もう一つ、宮本さん準備、はい、準備お願いします。もう一つの方はもう私の方で事前にちょっと説明をさせていただくと、うん、まあコメントにもありましたが、まあじゃあベニータさんに対してどうなんだみたいな、うん、まあそれはそうですよ、それ見れるんです、もう見せようかなと。僕もベニータさんいないんで、もうちょっと今テンション落ちながら見てます、はい、そうですよねベニータさんこっちの方が見たかったです。組み合わせても強いんですが、はい、まあベニータさん相手にどこまで出せるのかっていうところも、みんなめっちゃ待ってた、そうですね、見せられればなと。はい、そう、はい、そしてちょっとスタジオのエアコンが強いんで上着ていいですか。どうぞどうぞどうぞ。でまあなんでさっき言っていた、うん、まあ、ヒュドラの魅力の部分、そんなとこ取らなくてもいいんですよ他行ってもらってもいいんですけど、はい、うん、まあ、対ベニタスでヒュドラが何ができるかっていうのも、うん、まあ、いろいろあるんですけど、うん、例えばさっき言った腐食の2カウントで、うん、まず腐食を与えることができます、うんうん、なんでまあ、魔法防御力がまず低い状態になるっていうのと、あと後で動画でも見せますが減退2カウント持ってるんですね。これによってダメージ一発目がゼロだったとしても、あの減退の分 HP を減らすことができるっていうところと、あと火ダメ増加効果を持っているのでベニタスにダメージが通ることもあるというところがあるので、まあそういう部分をちょっと魅力的な部分見せられればなとは思って、はい、強い悪魔が出るのは僕すごくいいんで、うん、ありがとうございます。対抗する策みたいなのもやっぱ知れると、ヒントが欲しいんですよ、うん、はい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 、はい、ヒントがないとどうしようっていうんで、うん、ちょっと、まあ、超反応されちゃう、ワンポイントアドバイスみたいなのを生放送で毎回言ってほしいです、うんうんうん、岩崎のワンポイントアドバイスを毎回言ってほしい。新しいコーナーまで。そうです、そういうの欲しい。これワンポイント。ヒュドラが敵にいたらとか、ベニタスがいた場合、はいはい、どうしようみたいな。はいはいはい、なるほどね。やっぱりセガさんに就職したら。それをね引くのも大事ですけど、うんうん、対抗する、ね、方法も我々知りたい。確かに。あ、準備できました。はい、準備できました。放送終了後に毎回やってくださいよ、一人で。終了後に。終了後に。今日のワンポイントアドバイス。アドバイス。アドバイス。ヒドラはアドバイスってコーナー。ヒドラは強いけど、こうしたら勝てるかもぐらい。アドバイスアドバイスアドバイス、ね。いいじゃないか。なんでそれ。アドバイスアドバイスアドバイスいいですね。はい、というところで、はい、はい、準備できましたので、はい、はい、画面お願いいたします。はい。はいはい、ちゃんとベニタスを倒せます。本当にしっかりクリシュナイナンナ、かなり見たからめっちゃ強いパーティーじゃないですか、はい、アッパーさんこれだったら俺組めますよ、ヒュドラがいれば。あ、本当ですか、はい、手持ちで手持ちでいけるよ、強い。正直だって一番次に新しい悪魔でマサカド様なので、うん、9ヶ月、あ、マジ10ヶ月ぐらい前の、はい、ね、アッパーいいじゃねえか、こういうの教えてほしいんだもうこれも本当に強いです。しっかりなんでコメントでも心配だ、ご心配だったのが、あの、はい、ベニタス VS ベニタスじゃねえだろうな、うね、みたいな、はい、それは僕そうだったらちょっと正直ぶん殴ろうかなと思ちょっとバトル行ってみますか、ね、行きましょう、お願いします、見てもらいましょう。お、結構攻め側の編成ちょっと特徴ありますよね、これ全員レーサー持ち、そうなんです、なるほど、うん、はい、全員威嚇で、ロストネームが威嚇しましたと。でここで、腐食と、さらに威嚇、はい、さらに威嚇が2カウントずつ入ってます、うんうん、なのでイナンナに対しても腐食が現状入っている状態です、うん、で威圧されまして、うん、クリシュナが、救済してくると。これ、ね、全員レーサー持ってるんですよね、はい、カマエル、うんうんうん、カマエルも激光を持ってますし、マサカドも、封殺を持っている、うん、このメンバーでいけるんだ、うん、まあ、ちょっとめちゃくちゃ強いですよ、モーションは、お見せしたので一旦3倍速ぐらいやっていただければなと思います、はい、うん、はい、ロストネームがまず、まあ、打撃型1巡目で調整していますので、はい、イナンナ魔法型に強い悪魔ですので、ここを一旦阻止という形ですね。
まだ落とせないです、うん、HP ご覧いただいた通り3238、まあ、火力下げた、ね、はい、下げた形になっているんですが、うん、これでもヴィニタス倒せますよと。そうなんですよ、これはね、はい、低くても勝てるから、わざとやってる、はい、で、ヒュドラ、ヴィニタスです、うん、ご注視いただきたいのがまず救済ついています。7500ダメージ絶対食らうという形なんですが、うん、ご覧の通り8401の HP でございますので、高いですよ、余裕で耐えれるというところになりますね、うん、HP3 章の魔法型攻撃ですが、はい、まずは減体を入れましょう、うん、減体でもかなり減ってますね、はい、うん、で封殺されているので悪意が増えないという状況ですね、うん、でカマエルも、ここ、ヒュドラの被ダメージ増加、レーサー1種類ごとに 5% っていうところがございますので、うん、現状腐食と威嚇と、あと封殺、うん、でなおかつ、味方のまさかの試練2の封殺の時に受けるダメージ 15% というところで 30% 増加されています、うん、なので 30% 通るという状況ですね。入りますね、はい、しっかりちゃんとダメージ与えられて、ね、まだ救済されます、うん、というところで、まさかとですね、6229の HP、 大体攻撃力が1800ぐらいの検知等です、うんうん、結構先行パーティーで足速いけど救済耐えれるってところがね、やっぱ魅力的ですね、かなり魅力的だと思います、うん、でロストネームが、一旦パスしましょうか。あ、もういいんすか、パスなんかしパスしましょうか。いいんすね、ヒュダラの偉いところ、減退にカウントも偉い減退にカウントも、ワンポイントアドバイス、ワンポイントアドバイス、はい、ヒュダラの強さのワンポイントアドバイス、減退にカウントも偉いんですが、2段目攻撃成功時の連動効果が、敵全体です。ですのでしっかり、しっかり倒してくれると。ベニダスが本当ゴリゴリ減ってますよね、はい、ゴリゴリ減退で、ね、減退が、うん、減退が強いんだよ。でじゃあロストネームで、チャージでっていうところなんですが、おい、またあれ殴っても倒せるのにパス、なんでパスするんですか、ナメプですか。ナメプですね、これはもはや、ヒドラのいいとこね、はい、アクティブが限定2ついておりますので、さらに限定2すれば、敵の HP が、はい、限定5カウントになりますので、ポンと、わー、なるほどね、倒せますと。ヒュドラだけで倒しました、ね、ほぼほぼ、殴りはヒュドラだけ ですね、はい、しっかり強いと。しかも攻め側の編成、ロストネームマサカド様、うん、カマエルという、うんうん、まあ、所持してる方も多いんじゃないかなというラインナップ、ちょっと前のやつですからね、うんうんうん、まあ、所有率の高そうな悪魔から、選出もしているので、うん、まあ、割と組みやすい編成ではあると思います、うんうん、ですので、い、はい、かなり、なるほど、悪魔と、ご覧いただけたかなと思います、うん、はい、やるやんって。いや、ヒドラのいいところを見れました。見せ上手だった、うん、持ってればヴェニタス に対抗できるかなと思いました。ありがとうございます。おお、すごい、ありがとうございます。やるやん、アッパー、うん、これアッパーではないですね、アッパーいいっすね、新規なんですね、アッパーをヒドラがね、ヒドラが、はい、はい、はい、以上新悪魔情報でした。ありがとうございました。それでは続いてのコーナーはこちらです、はい、次のスライドお願いします。キャンペーン情報、キャンペーンもある、キャンペーンもあります、次のスライドお願いします、うん、はい、新女神転生5発売日記念ログインボーナス第2弾ということで、重ねの勾玉や、さらに今回新しく登場する記念召喚札2が、期間中合計50個もらえるチャンスとなっております、うん、はい、こちら宮本さんお願いします。はい、ありがとうございます、記念召喚札2、はい、ここ僕なんですね。いつも岩崎さんと思って、すごい宮本さんに出てましたが、まあ、これ召喚札調整、はい、そうですね、いつも通りこのタイミングの記念召喚札ですので、うん、このヒュドラ当たる確率、うん、可能性があります、うん、というのと、はい、重ねの勾玉もございますので、うん、しっかり50と、重ねの勾玉取って、うん、ヒュドラ当てて、ヒュドラ育てていただければなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。開催期間は2024年11月14日木曜日の15時から12月1日日曜日の10時59分までとなっておりますので、うん、お見逃しなく。続いてはこちらです、次のスライドお願いします。はい、ヒュドラ登場記念キャンペーン、こちら、蛇竜ヒドラを、登場記念して最大3万円分のギフトコードがもらえる X キャンペーンを
も実施します。開催期間は2024年11月13日水曜日本日から11月17日日曜日23時59分までとなっております。ぜひ公式 X をフォローしてチェックしてください。そして次のスライドをお願いします。はい、今回の情報のまとめになります。まずはファンミーティングの開催決定情報です、うん、こちらの応募期間が本日12月本日から12月1日までとなっておりますので皆様からのご応募お待ちしております。続いて冬の大型アップデートについてはこの冬に実施予定となります、うん、次に、破壊神芝の情報修正につきましては11月21日木曜日に実施となります、はい、そして新悪魔蛇竜ヒドラの登場は明日11月14日木曜日15時からとなります、うん、また新女神転生5発売日記念のログインボーナス第2弾は11月14日木曜日から12月1日日曜日までとなっております。最後にヒュドラの登場キャンペーンは本日から11月17日日曜日までとなりますのでお見逃しなく。以上キャンペーンなどの情報まとめでした。ありがとうございます。チャグリン今回は、はい、今回は今収穫中なんで楽しみにしててください。またちょっと近日中に頼みますよ。チャグちゃん楽しみにしてらっしゃる、ね、みんなが倒せるように言った運営さんが回収集めなー。そうなんですね。そうかそうかそうか、はい、あんま乱獲するとね、はい、そうですね、また取るのに引っかかっちゃうから、はい、なるほどね。コントロールが大事ですね。コントロールね、はいはい、ちょっと早めにお願いします、はいはいはい、はい、よろしくお願いします。はい、では次のスライドをお願いします。はい、はい、ログインボーナス嘘に間違えた、生放送はい、生放送視聴者プレゼント、視聴者プレゼントでございます。はい、はい、同じく記念召喚札を10枚プレゼントします。はい、はい、ありがとうございます。もうちょっとくれてもいいんですか。いや10枚もあげて、うん、10枚で1回引いたら終わりですよ。10回引いたら終わり。10回一応、はい、10連で、そうですね、確かにもう10連ぐらいいければね、うん、でもほら10枚ありがとうございますっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2人で俺を抑えに来たんだ、はい、そうですね、じゃあ、まあ、じゃあ今回はこれで、はい、うん、そうですね、もうちょっと年末に向け、はい、ゴージャスに行こう。ファンミーティングも予定してますから。そう、はい、ファンミーティング忘れてませんか、うん、ファンミーティングを、ファンミーティングまでに何かじゃあゴージャスなプレゼントがあるってことね。ファンミーティングのね、これもね、はい、なんでごまかしてるんですか。ほら、ありがとうございますってコメントありますよ。ちょっと、まあ、100は多いけどね、30はちょっと、ま、夢見させてくれよ。頼ませ次は、はい、はい、では次のコーナーは汚いな、逃げるな。はい、ではここで恒例のあのコーナーに参りたいと思います。行きましょう、はい、はい、次のスライドお願いします。風岡チャレンジ、ありがとうございます。はい、今日は何がもらえるんですか。今回は先ほどスライドにも書いてあった通り、はい、絶対召喚札をプレゼントします。やったー、はい、もう絶対召喚札で次のヒュドラが出るようにじゃしてくださいよ。絶対召喚札を、うん、まあちょっとね、その聞こえてます、絶対召喚札が。そう、僕はね、はい、ダメだとは言いませんけど、はい、あの札ね、はい、始められたばっかの方とか絶対出るわけです、はい、もうちょっとこのね、芝ラインナップ、最近のやつ、芝、はいはい、ラインナップ、じゃあもう芝札にしましょう。じゃあ芝しか出なくしてください。じゃあ芝とミカエルだけにして、ミカエルマリステンも出ます。マリステンの3体だけにしてください、はい、出るので直近で情報修正したやつだけにしたら嬉しいです。意外にそのガチャ札を情報修正してるんで、はい、嬉しいって声はあるっちゃあるんですよ本当に、うん、まあまあ、ライトミドルの方でもそれこそ幅が広すぎるんですよ、はい、絶対召喚が出る悪魔持ち帰ります、うん、最近持ち帰りますで逃げるのがちょっと多いです。本当に持ち帰っているのか。持ち帰ってます。今いっぱい召喚札あるんで、あのチームのここにもう絶対召喚札すごいあるんで、はい、もうちょっとお願いします、まあでも本当にさすがに、ね、さすがにちょっともう、はい、もうじゃないって声はそう、あのチーム内には浸透してきてるので、もうお願いでも、はい、せめてこれだけ中から出ますにして、そこに情報修正の悪魔が入ってたらまだ10体とかね、はい、そうですね、今回は、絶対召喚札を、勝利数に応じて3枚にします。あ、分かりました。で、今の話持ち帰ってね、持ち帰ります。持ち帰るだけじゃダメよ、持ち帰ってちゃんと話をしてください。はい、あ、カンペありますか。カンペ、はい、ありがとうございます。もう全然持ち帰ってない、はい、ないかないか、本当に持ち帰って家に置いてくるだけやもん、はい、いや家には持ち帰らないですよ、チームのところに。あ、そうね、はい、家持ち帰ったら本当に何もしてないチームに伝えてくださいね。お願いします。だからそれこそファンミも岩崎さん邸でやろうっていう話を、はい、コメントでいっぱい岩崎さん邸に100人入
客に入れりゃいいですけどね、はい、今日いつもとルール一緒ですか、はい、お願いします。はい、うん、はい、はい、これはもう書いてくれてます。いつもの、はい参拝するまで参照しようと。放送始まる前に宮本さんに書いてもらってください。だっていつもと同じなわけですから、書いとけ、前の使えばいいわけですから、ね、まあそうですね、はい、いやルールが変わる可能性やっぱ、はい、やっぱライブ感大事なんで、はい、参照すればいいんですね、はい、参照しましょう、はい、デュエルで了解しました、はい、私僭越ながら、前回実装されたアルテミスをですね、うん、聞く生放送をやらせてもらって、ありがとうございます、見させていただきました。でも普段のやっぱ行いがいいからでしょうね、はい、ね、3週目ぐらいで2体出たんですよ、はいはいはい、ちょっと待ってくださ ちょっと待ってください。ドラマみたいな入り方、前提を聞くとちょっと変わりしたよね。2週目で1体、3週目で1体だったかな、はい、ちょっと覚えてないですけど、はい、だからこれは神のおぼし飯、悪魔のおぼし飯だということで、はい、今回はちょっとアルテミスを中心としたアルテミスが活躍できそうなメンバーをですね、お、はい、正直宮本さんにアドバイスいただいてくれました。せっかく引いたんで、はい、いやもう非常にアルテミスを使いたいというご要望をいただきましたので、はい、まあ、これだったら強いんじゃないか、ちょっと参考にしていただきたい。た、ちなみにカニシさんはいつ出たの？聞きます。さっき行き通っていらっしゃいましたけど、お話しすることもありますから。はい、じゃあゲーム画面お願いします。はい。はい、僕初めてやりますこの空中戦パーティーと言われる。ここまでは見たことないですよね。今までのカマエルと八幡と、うんうん、あと初号機。はい、ちょっと本当はクレオパトラの方がいいんだとは思うんですけど、うんうん、ちょっとごめんなさい持ってないので、うんうん、このパーティーで。ベニタスが来てもなんとか打ち破りたいなと思っております。ちなみにちょっと本番前にやりすぎてしまって、はい、ゴールドの2まで上がってしまいました。ゴールド2、めっちゃさすがでございます。だってリハの時、はい、もっとあれですよね、ちょっとゴールド1でした。だから上がっちゃったんで正直厳しい3連敗あります今日、はいはい、あとすみません、ルシファー閣下ファンの皆さん、なかなか厳しい今ゴールドでルシファーを使うのは、うん、だから早くルシファーのオーラがついたのを出せってずっと言ってます、はい、悪意に満ちた、全然耳がこう閉じてますこの人も、ね、お願いしますよ。じゃあ行きます。はい、今回ドグマさん初の空中戦編成、普段組まないんですけど、うんうん、いいですよっていうことをお伺いしたので、うん、特に宮本さんのアドバイスで大きいのだと、はい、あれですね、どこら辺ですか、まあ、アルテミスのあたりでいうと、まあ、全員速が高いので上取ってもベニタスに有効な編成でかつ上を取られても、空中戦ができるような、うん、まあ、ちょっと両対応気味やってますが、はい、これあベニタスと真ん中の人なんだっけ、なんとかの夜、バルプルギス、バルプルギスの夜、硬いですね、これはきつい、これはなかなかきつい、いやこれマジ言いたくないけど終わった。誰だ、パスでしょ、いや、これ言っちゃっていいんですか、やる前に負けること考えるバカいるかよ。これはちょっとこれね、もうごめん宮本さん、どれ殴っていいか分かんない、これこれはいやマジ分かんない、初号機はまず、わでもだ難しい、いやこれマジでは敵のバフォメットの、見たことないです、こんな編成あんまり。そうですね、バフォメットの HP を見ましょう。4000、いやこれどれ、いやーやば、これはちょっと難しいのでアドバイスするとパスの方が、これバージョンパスだ、はい、いいで一回パスしてアルテミスちゃんに、うわきつ、うわこれや、いやこれやば、いやまあもうこっからどっちか、でもどっちかですよね、イグドラジルかバフォメットか、アーキタイプ知りたいですね、ボーマン、ボーマン、まあそうね、まあ、出てるか、でもバフォメットいじっちゃダメだよね、バフォメットは、物理向こうが吸収が反射かな、反射があるので、ちょっとまずは、触んない方がいいです。でもイグドラジル、殴ったらイグドラジルしかないよね、やつされちゃいますよ、いやこれちょっと、じゃあでも、あそうか、いやでもこの夜ダメでしょ、いやでもこれちょっとね、これやばい、もう負け、見たことないですこの編成あんまりやってても、物理反射されかねない、じゃあ、でもみんなはイグドラジルからだよっていうか言ってみようかな、そうですね、やっぱイグドラジルから、うんうん、行きます、僕も不安だったのであれですけど、頼む、いやー本当に面白い、硬すぎる、わーい、いや、倒しきれ、倒しきれ、あ、落ちてない、
倒せないで、いや終わった。2個プレスが減らされちゃいました。イグドラジルに、イグドラジル強いんだ、まあ、でも全員まだ打撃なので、あの全員8万の連動を、まあそうですね、8万で殴った方がいいかな。誘発するのでここは普通に殴っていいと思います。そうですね、怪力でいい、はい、はい、もう聞いちゃってるけど、ブラジルがしかもクリキってから、いやこれで、あーもう出なかった、これダメだ。うっ強っ、オールドにいいな、これはゴールドに。宮本さんにも聞いちゃってますけど、これゴールドっていうかダイヤでもあんま見ないです。いやこれめちゃくちゃ強いね、全然見ない。これはもうしょうがない、なんでこんな人がまだゴールドに。いやもう一刻も早くこちらの方上の方に行ってください、うん、でもこの編成ってそのもうほんとピンポイントでドグマさんに強いぐらいの、うん、あ、じゃあ生放送のためにくださった。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとお名前がわからないですけど、ありがとうございました。勉強になりました。面白 い、はい、面白い。久々にこのドグライフが減りました、ね、いや、いいですいいです、うん、最近ちょっと3連勝多かったんで、3連勝スコアが、はい、たまにはこういうこともないとね、はい、はい、ちなみに今ちゃんと本当にゴールドの2だというのを、はい、はい、ゴールドの2でやっております。あ、ちょっと画面出ますかね。はい、今ゴールドの2でやってやらせてもらってます、うん、さあいっぱいしましたけど行きましょう。まあでも水曜日なんでね、うん、ゴールド隊にお見えになるかもしれません、はい、行きます。もうちょっとねテンプレっぽい編成が多いのがゴールドのはずなんですが、そうですね、ちょっと特殊で面白い編成を見せられたなという。おこれは、はい、うん、どうだ、これはイナンナからかイズンからかな。まあ、そうですね、まあ、全員打撃型なんで、うん、そうですね、イナンナは別に打撃だったら入りますよ、打撃型には、はい、めちゃくちゃな強さを誇ります。でもイズンからがいいよっ ってやっぱ言われてると、裏を返せば放置してもいいという。そうか、じゃあちょっとイズンから、敵割れが出ない、出ないときついですね、応用してる、落とせるかな。あ、これで落ちない、うわー、硬い、これかなりクリティカル対策をしたイズン、はー、いや、あーやば、クリティカル対策をしてるイズン、めちゃくちゃ、はい、多分イナンナが魔法型なんで、イズンに、イズンは多分狙われる、だからこのドグマさんの動きを予想して、はい、打撃に強いイズンに変、あの組み替えてるかもしれない、すげー、これ当たりますよね。あの、まあ、まあ正直放置していいですね、うん、正直。あ、そっか、もういなんなわ、でも袴さしかないもんね、8万の連動も出るので、うん、袴さしかないよ、うん、ベニタスで、ベニタス、ずっとベニタスに攻撃し続けながら、いや8万の連動入ります、ベニタスに、アルテミスいるから入るか、少しでも入れない と、 ちょっとでもそうか、はい、じゃあ行きます。あ、でも結構入る、思ったより入る、結構入る、結構入る、思ったより入った、いや、これ結構でかいですよ、でかいでかいでかい、攻撃したの、おー、いいですね、いいです、じゃあちょっともう行くよ、あー、パスしよう、物理貫通、いや、ノーマルで持ってたっけ、持ってないですよね、びっくりした、持たせることが多かったから構えるから、じゃあもうちょっと頼む、アルテミスさんの、いやでも硬いな、まあ、ただまだ、いや、十分です、はい、1万パス、1万は来た方がいいよね、連動ダメージ入ってなかったですけど、クリティカルが出れば入れますもんね、いや、8万は普通にアタックを含むなので、アタック含みます、大丈夫だっけ、もう不安でしかない、ただベイタスには防壁で防がれちゃうので、じゃあこっち、じゃあパスした方が良くない、まあ命中しなかった時怖いです、まあ、でもパスしよう、普通にあれだね、アッパーチャレンジになってますね。これ行くしかない。不慣れな編成っていうのも伺ってはいるので。いや、あんまりね使わないんでちょっとね戸惑ってます、正直。ごめんね、いろいろ聞いちゃって。いやー、デモニックソードじゃこれやばいな。ソードで落としきれ。いやもう無理でしょう。落としきれるかみたいな。いやー、やっぱ悔しいな。やっぱイズンが相当渋かったですね。うん、すね、いやー、これマジ、いやー、終わったな。イズン渋でしたね。
いやあかん、これ終わった。正門様まで残って、おっとおっとおっと激高来ましたよ、これ激高来た、激高可能性ある、あるんじゃないこれ、すごいすごい、これはパスね、一旦パスします、パスですね、もちろんパスで流、あ、流星拳パス、パスでしょう、はい、パスでしょう、こんなんパリンって割れたとんでもねえことや。怪力乱心、怪力乱心は、まあ少しでも、これはいやでもクリティカ出ない可能性もあります。あ、確かに確かに、パスでしょう、パスで、激高がここに来てか、いや勝てえなおい、まあ、どこまで行けるかっすね。こいつ仲間だといいですけど、もういや、まあどこまで削れるか、どこまで削れる、頑張って削りましょう。いい火力が出てます、いい火力が出てます、出てます、いけ頼む、アルちゃん、うわ硬い、大丈夫、でもターン増やしてくれるから、この子どうしようかな、でもクリーが出てたんで、結構行ったろか、うん、行ったれ、全然ダメだ、まあでもクリーが出ないと今のはちょっと、パスが良かったかな、ね、まあでもアルテミスが次チャージ乗るんで、いや硬いな、頑張ってくれれば、チャージが乗ってももうこれしょうがないよね、ちょっとごめんみんな、時間かかったけど難しいかもしれん、これはもう行くしかない、いやまあそうだよな、何かしらのさっきの激高の奇跡が、激高5カウントぐらい溜まってるもうアルテミスちゃん全部引き受けてくれてるのよ、耐えてる、頑張ってる、頑張ってる、まあしょうがない、これは攻撃機能、うおぉ、攻撃機能、攻撃機能1500ダメージ、アルテミスさん頑張ってくれてますね、頑張った、うん、アルテミスは頑張ってた、一つ補足をすると、うん、ドグマさんに入れ知恵をしてですね、生命の楽にしてるんですよね、僕は正直ね、あのおせおせアルテミスちゃんだったんですけど、うん、岩崎さんに生命に変えた方がいいですよってことで、うん、生命に変えたんで、まあ今だから耐えれたっていうのはあるんですけど、うんうんうん、まあおかげで攻撃力が低いですね、うん、対クリシュナを想定してのアルテミスが大きくハマっていない、かなりハマってない、かなりハマってない、うん、皆さん次の勝利を信じましょう、はい、いいんです、次勝ちましょう、勝ちましょう、行きましょう、はい、力をください、はい、よし行きます、みんなの悪意を僕にください元気じゃなくて、元気じゃない、ベンジャスいなかった、いきます、いや今日マジ3連覇あるけど悔しい、いこう、ゲーテもね、ゲーテとかオールドワンのパネルとかもね、ありだった、どれ、よし、のんべにのんべに、よし上取ってます、上取ってます、取られてもですが、まあ確かに、よしよし、まあこれはさすがに、まあそうですね、はいはいはい、よし、すごい悪意送ってくれてる方が、みんな悪意ちょうだい、悪意、いや俺フェニタスになっちゃうイズンからでいいよね、あ一旦 MP は奪われてるので、パス、はい、あそうですね、パスしてイズンからいきますね、また硬いんじゃないの、あちゃんと入る、あのこの方は多分打撃大丈夫ですね、クリティカル対策とかはしていないので、パス、あれなんですかね、やっぱこの子ってグーパンしても大丈夫だっけ、普通のアタックしても連動は出ますが、やめとこ、ちょっと8番の回心が低いのかな、 OK、うん、回心、よし、おー、うん、よし、まあ、これいったでしょ、これはいきましたね、いきましたね、よかった、いい、よし OK、 よーし、よかった、ありがとうございます、こっから連勝すれば、ありがとう、まだあります、はい、あでも初号機より袴さんの方がいいかも、それもあるかな、いやいろいろ考えたんですけどね、そうですね、ちょっとねベニタスに勝ちたいですね、うんうんうん、でもベニタスに勝とうと思うと、うん、ガラッと変えないといけないです、またね、逆にそのクリシュナとかイナンナとかイズンのよくいる編成には勝てるはずなんですが、そうね、うんうん、ちょっとさっきのイズンもかなりクリティカル対策してるかなっていうところが見えたので、うんうん、まあ、このまま行きましょうか、はい、行きます、行きましょう、やる前に負けることを考えるバカいるかよ
でせっかく アルテミスちゃんを輝かせる編成を作ってきましたもんね。これなんだこれ、これすごい。ちょっと解説お願いします。はい、ミトラ菩薩があの敵から受ける回心率を下げるので、ほう、ほとんど回心が通らないので、おっとという最悪の相手じゃない、前提で考えた方がいい。え、じゃあドグマさんのパーティーはな、いや、なので、はい、いやすごい軽く、 すごい軽く逆にでも言えばあのアルテミスが、はい、あのめちゃくちゃ火力出してくれる可能性があります。出してくれるだってもういねえもんだよ。オールドワンがあの召喚時にあの MP 増加してくるので、うん、今 MP 消費量6になってるので、よし、早めに行った方がいい。うん、配信あるな、これあるな。おいけますいけま す、はい、けます。ミトラ菩薩、ミトラ菩薩って触っても大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。これどれぐらい削れるか、いやーマジか、そんな硬いんだ。パスパス、はい、パスですね。でもミトラ菩薩から落とさないとダメだよね。そうですね、まあ、全員、いや意外に、あ、いや確かにこっちの方がいいんじゃない、相性低下出ますし。そう、私意外にこっちの菩薩じゃなくてもいいんじゃない、構える殴ってもいいのかな、うん、の方がいいんじゃない、それは思います。構える、大丈夫ですね、浮上の。なんか不安になりますよ、不安になってくる、だんだんいい火力、うん、配信出ました。で、もうミトラ行くしかない。いや、もう行くしかない、行くしかない。まあ行くしか、まあどちらにせよっていう形。まあどの道このターンで勝たないといけないもんね。意外とアルテミスちゃんだと。むしろ逆にそうだな。うん、こっからは行けるんじゃないですか。そうですね。ロストネーム。はい、ロストネーム。ロストネームをご一緒。あ、いや、あ、行けるか。まあでも。でここは、ミトラ菩薩になりましょう。ミトラ菩薩になる。ハンプレスの時はミトラ菩薩 で。ハンプレスの時はミトラ菩薩。うわ、落とせるかな。あ、これこれ MP 見えない。ちょっと味方のあのちょっとカマエルの羽あたりを 3D モデルの羽あたりを長押ししてもらっていいですか。打てますよ。打てるので、じゃあパスの方がいい。パスして、はい、でロス。よかった、パネ1開けといて。わどっちだ。これ、いや、連動でミトラ菩薩を倒せれば。そうですね、そっちしかないですよ。だから、ロストネームを殴って連動でミトラ菩薩を倒すしかないよね、はいはい、超ギリじゃん。ただここでやっぱ生命の烙印にしたのが響くんじゃないかっていう可能性が岩崎さんが生命がいいって言ったもん。びっくりするね、生命が外しました。ドグちゃんパンチにしてたよ。コメント欄もね、犬って言ってるよ、ね、まあ、そうね、行くしかない、ありがとう、行きます。いやー落ちない、ちょっとカマエル、え、なになになに、ちょ見てなかった今カマエルだよ、やっぱりちょっと見てなかった、ちょっと見てなかった、どうしたの今、何が起こったの俺こうやってやってて見てなかった何が起こった、いや、ここから入れる保険がありました、ね、何マジで見てなかった、何何今カマエル敵ターン開始時に全体攻撃するんです、はい、あ、それで勝ったわすごい神だわやっぱり俺も負けたと思って顔伏せてたからやったすごい配信出てました、出てます相当ないっすよ、いやすごいカマエル保険がだいぶいい確率つきましたねカマエルだ、いやすごい、あすごい、やっぱカマエルいいですね、いいですね、やっぱね今日もカマエルを作ったね設計者が来てるんで、はい、喜んでると思うカマエルさんよかったですねつどつどいじりますよねよかった俺今顔伏せてたからもう負けたと思ったら勝ちましたね、ありがとうございます、ね、はい、素晴らしい、じゃあ最後これで勝ちましょう、はい、よっしゃもう2勝すごい、はい、まあ勝つか負けるか、よし、うん、行きます、はい、構える今でも全然使えるね、強いっすね、頼む最後もうベニタス来て倒したい、うん、多分見てないからかもしれないですけどミトラ菩薩って打撃型にめちゃくちゃ強くて、そうです、よかったね、だから本来ならかなりきつい相手だったんですが、うん、おあれこれはあでもこれはなんだどうですか、でもカマちゃんいるよ、エビコネいいダメージ入りますね、カマちゃんちょっとベニタスではなかったがこうなったかと、いや勝っためちゃくちゃ硬いないこれ硬い
はい、何打撃対策してる。ほーえ激怒発言。これきつい。こんな風に。いやこれきつい。めっちゃ強い。いや激怒が。いやこのちょっと前のメンバーですごい強いですね。これは逆にいい感じにハマりましたね。そしてクリシュナに一度も会えなかったという。本当にこれすごいっす。あの編成もあの映像かなり古い悪魔が多いですけど、なんかデメテル入れることで空中戦ちょっと対策してるっていう。なるほど。なんかそう見た瞬間あれなんかちょっと前の悪魔だからいけるんじゃって思ったんですけど、そうですね、いけるはずだったんですが、はい、言葉がないです。はい、みんなごめん今日は負けました。申し訳ない。なんとドグチャレがですね今回3敗ダメだ2勝3敗ということで2回目かな失敗したの。絶対昇格だ2枚、はい、すいません申し訳ない。いやそれでも巻き上げが、すいません。感動ありがとうですよ、うん、はい、クリシュナ悔しいのに。今回で私の思いも乗ってたんですけど、クリシュナ対策を。じゃあ先輩は岩崎さんということでよろしいですか。はい、じゃあ3枚。もう次回からやっぱね、次回からねアドバイス聞くのやめます、はい、聞かなければ勝つかもしれないんだ俺は。確かに確かにね。そうだよ。だからその謝罪も込めてやっぱり重ねのまま入ってください。合意すぎませんか。そんな合意なことない。だってじゃあもう重ねとは言わない。なんか1個ちょうだい。何でもいい。何でもいいです。もう一個だけくださいお願い。よく責任もあるわけですから。アドバイスをして負けた責任もある、うん、何でもいいですか。一個くださいお願いします。じゃあ絶対召喚札を2枚を、うん、負けたら1枚にして勝ったら重ね1個にしますか、うん、もう一回やってことラスイチチャレンジ。よしやろうじゃないですか。よっしゃリベンジしましょう。みんなやるよ絶対、はい、よっしゃ負けたらもうごめん、はい、負けたら絶対召喚札1枚。やる前に負けること考えるバカいるかよ、はいはい。よし今、はい、猪木さん降りてきた。勝ったら重ねにしましょう。よし行こう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 。みんな許してくれる絶対。でもほらクリシュナ対策で政府投げしてるっていう人もいらっしゃるんでね。よしやってやろうぜ。もう絶対俺はねアルテミスさんのパンチで勝つ、はい、行こう。今日は長いですねこの時間が、はい、頼む。もうどんな相手でもいい。勝てる相手来い。スライム一体来い。クリシュナ、クリシュナ、クリシュナが来てくれた。クリシュナ来た。クリシュナが来てくれました。あ、クリシュナいるか。クリシュナ来ました。一番左にいるか。デビコネのダメージだけ怖い。あれデビコネも。いや、もう終わりました終わりました。デビコネ何だったか。で、焼酎もあるんですが。クリシュナが来てくれた。はい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 。23,260。ああまあでもまあでもですよ。まあ、まあ、はい。これはこっちからかな。いやでもね、エキドナはクリティカル出ない可能性があります。やっぱりそうだよね。こっちからか。これむずいな。でも弱点は弱点。もうクリシュナしかないです。むしろ撃破しやすいやつらを倒して連動で。確かに確かに確かに。アルテミスはもう一巡で倒れるのが確定しているのを前提で動かないといけないので。いやクリシュナ落とせるかな。で激光も吸ってるのでアルテミスは。そうですね。アルテミスちゃん次殴ったら落ちますよね。落ちちゃいます。で多分アタックとかパスできないのか。アタックになるので強い編成が多いな。すごいですね。そうなんかいろんなバリエーションが飛んだ編成見えますね。みんなどっちだと思う。イナンナからクリシュナ殴ろう。みんな結構パーティーか、うん、いやこれはやっぱビルドによりますよね。まあ、みんなイナンナクリシュナ。私この編成のクリシュナはなんか硬い気がするんだよね。そうなんかエキドナがすごいいい味出してるんですよね、うん。クリシュナかイナンナで行きましょう。了解。じゃあやっぱイナンナで行こうか。コメントにみんないただいてるから。ありますよね。銃殺じゃって。いいよ。イナンナ一番多かったからコメントで。みんなを信じる。まあ、弱点つけるので。行きます。はい。よし。よしよしよし。みんなの言う通りだ。これで
どんぐらい入るか確認しない。2000。あ、でかいでかいでかい。割と入る。で、連動も入る。でかい。あ、いけますね。お、全然いいじゃん。全然いける、全然いける。いいじゃん。この編成のいいとこが出ました。もうこれ、エキドナでもいいですよね。エキドナでも全然いいから。で、竜が、やった。これもしかしてアルテミスちゃんで締めれるかも。お、いけ。お、やった。バンザーやった。アルテミスちゃんやった。アルテミスパーティー作ってきた甲斐が。よかった、気持ちいい。これはいいですね。アルテミスフィニッシュ。これはいいですね。さあ、よかった。実践験していただいて。やりました、ありがとうございます。よあ、よかった、ありがとうみんな。うわ、気持ちいい。おめでとうございます。はい。じゃこれで。ありがとうございます。特別に今回は、はい、ちょっと負けましたけど。一つ。はい。おお、やったー。よっしゃ、ありがとう。ありがとうございます。やったー。なんかここ1年で一番ヒリヒリした今日の俺本当にもうやドキドキしちゃった。カマエルとかも倒してくれたしな。すごい。カマエルだけ本当何が起こったか理解できなかった。はい、皆さんにプレゼントされる絶対召喚札と重ねの勾玉はこの放送終了後から11月20日水曜日23時59分までが受け取り期限となっておりますので、皆様お忘れなく。金岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。よかった、皆さん使ってください。はい、さてここまでお送りしてまいりました初頭の新情報特番もお別れの時間が近づいてまいりました、はいはい、最後に風岡さん、岩崎さん、宮本さんより視聴者の皆さんへ一言ずついただければと思います、はい、ではまずは風岡さんお願いします。はい、ありがとうございました、うん、もうこのコーナー僕のね、ドグチャレ風岡チャレンジ終わった後、うん、ツイッターで皆さんからよかったよとか、うんうんうん、こうしたらいいんじゃないっていうのもらえるんでね、やっぱなんか共闘してる感じがたまらないです ね、 ですね、皆さん、ね、今日特に良かったですね。はい、うんうん、もうやっぱだから次もヒュドラを引いてやらなきゃいけないのかな、やっぱり ね、 ないですね。フェニタスのちょっと対策も見ちゃったので、うんうんうん、あの番組中も言いましたけど、ああいうのもっと教えてくれると、うんうん、多分ね、すごく皆さんもね、やる気がまた上がってくると思いますので、ワンポイントアドバイス、うん、ヒュドラ、期待したいと思います。そして11月なんで、はい、12日とまたメガテンリズム、そうですね、はい、周年だから、はいはいはい、年末も年始も期待しておりますんで、はい、これからも楽しんでいきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。では岩崎さん、お願いします。はい、念願のファンミをですね、やっとできるというところで、あの皆様ご応募お待ちしております。こちらも全力で楽しんでいただけるんですね、グッズだけじゃなくて中身だったりとか、うん、アップデートの内容とかもしっかり詰め込んで準備していきたいと思いますので、あのここから冬アップデートもありますし、情報修正もありますし、ヒドラもありますし、楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。では宮本さん、お願いします。はい、アッパー宮本、元井ニュートラル宮本です。本日はありがとうございました。まあ、情報修正、順を追ってやっていきますっていうのがあるので、うん、ちょっとお待ちくださいっていうのがもう一つと、あとは東京煉獄などのような、まあ、ちょっとしたところから、できるところから、やっておりますので、うんうん、こちらも、順次お待ちいただければなと思います。はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。あのファンミーティングの、あの T シャツかトートバッグかどっちがいいかのコメントも、はい、まだ待ってますので、まだね、どれくらいまでいける、まだちょっと頭見てなくて途中から来たわっていう方は、はい、あのトートか T シャツか今コメントしてもらえれば、トートバッグか T シャツかどっちがいいか今コメントしてください。あの終わった後の、ね、こう動画になるので、その動画のコメントでもいいんですよね。そうですね、はい、後から見られた方、動画でも結構ですからね、はい、はい、というわけでありがとうございました。それでは本日の生放送は以上となります。皆様また D2 ゲーム内でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。